今回紹介するスレはこちら。ダサすぎる。ダサさの次元が違う。まるでウルトラマンだ。老人ファッションだからね。黒髪が切ると違和感がすごいのさ。ラストオーダーが怖がってるんだ。銃構えるのやめてもらおうか。マジでドン引きしてて腹筋がバーストしたんだ。一方が着ててもダサいのに、体格のいいお兄様が着ると死ぬほどダサいのん。だだ。ちなみにデザインの元ネタはウルトラマンらしいよ。ラストオーダーに腕掴まれてニッコニコのセロリキも。決めよ。ひょろがりだから元ネタはダダだと考えられる。この変な囚人服みたいなのは、アクセラレータさんが着てる分にはあまりに見慣れてるから特にダサいとも思ってなかったけど、改めてお兄様が着てるとあまりのダサさに鈍るヘイム漏らすかと思ったね。島村に売ってそうっすね。島村に失礼だと思われるが、ここまでダサいのはさすがにないと思うのん。木原くんも似たようなインナー着てたし、木原くんのセンスが映ったと思われる。あまりにもダサすぎて自分が見てたアクセラレータの服はグレー一色の服だと思い込んでたのに気づいたのは俺なんだよね。さす鬼とアクセラレータ、競技逆に見ないレベルでストレートな最強と最強の組み合わせっすね。お兄様シリアスな笑いの使い手と聞いています。ネット民だけでなく公式もちょっとおもちゃにしている節があると。なんじゃこの路面老人みたいな服は、ラストオーダーも着てくれないダサ服を着てくれてご機嫌だと考えられる。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ここからは、とあるイフと色メモのコラボ限定シナリオです。ここが最近話題の最新アトラクション装置の体験会場か。思ってたよりすごい人混みだな。トーマ、それを使えば私もマジカルパワードカナミンみたいになれるんだよね。広告には確かあなたの夢を直に体験してみませんかってあったから、広告の通りならなれるんじゃないか。ふんふんふん、私がカナミンに変身できたら悪さをするトーマを懲らしめてあげるんだから。おいおい、俺が悪役なのかよ。それで体験会ってどんな感じなんだろうね。実際にその装置に入って何かするんだろうが、まあ内容について説明があるだろう。皆様お待たせいたしました。ただいまより体験会を開始いたします。お、ちょうど始まったな。まずはこの体験会の概要と趣旨についてご説明をさせていただきます。最初に皆様に今回体験していただくドリームチャネリングとは何かについてです。ドリームチャネリングは皆様が思い描く夢を実世界のように体験できる画期的なアトラクションです。人間が眠る際に無意識に発する脳波パターンを検知分析し、それらをネットワーク上で統合し増幅、一つの物語として再構築してフィードバックし、皆さんに明晰夢のような仮想世界を提供できるのです。全然わからないけど、とにかくすごそうなんだよ。他の参加者の夢も組み合わさるみたいだが、要は夢の世界みたいなのを体験できるってことか。なお、この体験会はより多くの方に参加いただけるよう複数の会場にて同時に行われております。会場で同時開催だなんて、これって相当大規模な体験会なんですね。思ってた以上に楽しそう。早くみんなで夢の世界で遊んでみたいな。てっきりまた妙な都市伝説を持ってきたとばかり。なかなか興味深い技術のようですわね。夢を体験できるってことはインディアンポーカーに近い感じの技術なのかしら。そこはみさかは興奮でそわそわしてみたり。騒いでんじゃねえ、おとなしくじっとしてる。ダダをこねるから仕方なく連れてきたが、興味もクソもねえ他人の頭の中覗くことになるとはね。でもでもこんな体験めったにできないはずだよ。それにこれはゲームだからきっと楽しいはず。ってみさかはみさかはあなたの手をつかみながら一緒に遊ぼうとおねだりしてみたり。断って泣かれてもめんどくせえ。
さっさと終わらせて帰るぞ。はーい。って磯川美坂はあなたと一緒に列に並んでみる。へえ、このカプセル意外と寝心地がいいじゃないか。おっと、始まるみたいだな。ご利用ありがとうございます。それでは睡眠の誘導を開始いたします。お、すげえ、急に眠気がやってきたぞ。うん、どんな夢を見られるんだろうな。楽しい夢だといいな。ぜ、すけ。あ、なんだ、声が聞こえる。痛いよ、苦しいよ。おい、大丈夫か？どこにいるんだ？ここから出してよ。ダメだ、俺の声が聞こえてない。待ってろ、今から俺が助けに行くからな。誰か助けて。なんだ、急に意識が遠くなってきやがった。待ってろ、必ず助けに行く。だからあれ、ここはどこだ？ここって多分教室だよな。どこかの学校にいるみたいだけど、服もいつの間に着替えたんだ？なんかいろいろ突然すぎて、夢でも見ているような。ああ、いや思い出した、これは夢だ。そうだ、ドリームチャネリングとかいう装置で夢の世界を体験しているんだったな。でもなんだ、何か忘れてる気がする。目が覚める前に何かあったような。ダメだ、大事なことだった気がするのに、思い出そうとすると頭がズキズキして。にしても夢の世界ってすげえな、まるで現実みたいだ。まずはここがどこか知りたいんだが。お、インデックス、ミサカ、もしかしてお前も体験会に参加してたのか？いや、でもちょっと安心したよ、知り合い2人と合流できてよかった。どうなさったのですか、お兄様。普段とその雰囲気が随分異なるようですが。大丈夫ですか、達也さん。もしかして体調でも良くないのでしょうか？予想外のことに一瞬思考が停止しちまってた。おしとやかすぎる2人だなんて、俺は夢を見てるのか？あ、いや夢だが、一体何が起きているんだ？みゆき、達也さん、やっぱり調子が悪いんじゃ。日頃の疲れが出たのかもしれませんね。お兄様、熱がないか測らせていただきますね。近い、熱を測るだけなのにどうして顔を近づけようとするんですか？ん？私たちは兄弟なのですから、これくらい何もおかしくはないでしょ。兄弟って何を言って、別におでこで測らなくても、離れて少し落ち着けって。あれ、トーマ、ここどこなの？私、なんでこんな格好してるの？みゆきの様子もおかしくなっちゃった。インデックスに右手で触れたらイマジンブレーカーの力が働いた。これってただの夢じゃないのか？だったら真面目な顔で、どうしたんですか、達也さん。乱暴にはしない、そのままじっとしててくれ。そんな、達也さん、ダメです。私
まだ心の準備ができてません。あれ、私体験会に参加してたはずじゃ。よかった、みそかも元に戻ったみたいだな。これでようやく落ち着いて話が。なんであんたと手を握ってるのよ。気づいたらこれって一体どんな夢を見せられてるの。トーマ、いつまで単発の手を握ってるつもりなのかな。説明するから二人とも一旦落ち着いて話を聞いてくれ。私が違う人物になりきっていた？でも確かにそんな記憶はあるけど、なんで？インデックスも俺のことをお兄様って呼んでたしな。トーマがお兄ちゃんっていうのはちょっと違う気がするかも。強いて言えばお母さん？性別変わってんじゃねえかよ。そこはせめてお父さんだろ。はいはい、漫才はそんぐらいにして。ここは夢の世界なのよね。だったら夢の世界を参加者で同時体験できるっていうのは本当みたいね。見たことない制服を着て知らない学校にいるのは確かに夢っぽい感じがするよな。でも私たちは知らない誰かになりきっていたんでしょ。一体どんな夢を見せられてるのよ。それにトーマの右手がなければそのままだったってことだよね。そうなんだよな。イマジンブレーカーが効くってことはさっきのなりきりは単なる夢のせいってわけじゃない。なりきっていたのは装置のせいってことも考えられるけど、今のところはよくわからないわね。この世界についてもまだわからないことだらけだし、何にせよ調査が必要か。女王、この教室から人の声がしますわ。よくやったわ。それじゃあ中にいる人たちに聞いてみることにしましょう。ん？誰か入ってくるみたいだけど、あの喋り方に聞き覚えがあるような。お話し中のところ失礼します。皆様にお尋ねしたいことがありまして。ちょっとわからないことがあるのよね。この場所のこととかいろいろ教えてくれたら嬉しいんだぞ。うぎ、この人たちもしかしなくてもあいつらになりきってるんじゃ。こんなすげえ綺麗な方々に声をかけられるなんて。けど俺らも目が覚めたばかりで正直何がなんだか。デレデレしてんじゃないわよ。この二人もどこぞの誰かになりきってんだから、さっさと正気に戻してあげなさい。え、なんでなりきってるってわかるんだ。この人たちと知り合いだったりするのか。そういうのは今はいいから早くやりなさい。おう、よくわからないけど美坂を信じてみるか。その右手は何をなさるおつもりでしょう。女王に手を出す気ならば私が許しません。博士、そんなに警戒しなくてもいいわよ。私ならこのリモコンのボタン一つで。あら、リモコンが一つもないじゃない。ちょっと博士、あなた持ってたりしないかしら。いえ、私は預かっていません。ですがご安心を、女王はこの私がお守りを。あれ、おかしいです。私も能力が使えないみたいです。どういうこと。私もリモコンがないとコントロールが面倒力なのに。とりあえず右手で触れるだけだからそんなに暴れないでもらえると助かるんだが。じゃなかったとはいえ、最後佐先輩にあんな態度を取るなんて本当に申し訳ございません。いいのよいいのよ、私もぼんやりとしか覚えてないしね。でも女王様の振る舞いなかなか様になってたわよ。そんなみゆきさんを守る騎士みたいになれて光栄だわ。
んなにからかわないでくださいごめんごめん。さっきまでとは喋り方も仕草も全然違うんだよ。無意識のうちに違う誰かになりきってるってのがこの夢の恐ろしいところだよな。夢の世界にまでなんであの女が関わってくるんだか。まさかこの体験会に絡んでんじゃないでしょうね。あの、助けていただいてありがとうございました。あなたが助けてくれなかったらあのままだったのよね。本当助かっちゃった。ありがとうね。いえいえ、どういたしまして。俺にできることをやっただけなので、そんな大したことは。トーマ、顔がニヤついてるんだよ。ちょっと今考え事してるんだから、あんまイライラさせないでほしいんだけど。おわっ、ビリビリさせるのはやめなさいって。あなた今どうやって電気を放ったの？え？あ、私？あ、別に変なことをしたつもりはないけど。サイオンの流れが見られなかったのですが、あなたも魔法師なのですよね？申し訳ありません、自己紹介がまだでしたね。私は芝美雪です。私は三枝真由美です。七草と書いて三枝と読みます。よろしくね。俺は上条東馬、こっちはインデックスだ。よろしくね、みゆき、まゆみ。私は美坂美琴。お二人とも年上みたいですし、私のことは名前で呼んでくれても大丈夫です。上条くんにインデックスさん、そして美琴さんね。そんなかしこまらず楽な喋り方で大丈夫よ。私のこともみゆきで大丈夫ですよ。兄がおりますので名前呼びの方が紛らわしくないでしょうから。なかったわ。三枝さん、みゆきさん、改めてよろしくね。まずはあなたたちに聞きたいことがあるんだけど、あなたたち第一高校の生徒かしら？ごめんなさい、ちょっと見覚えがなくて。いや、俺たちは気づいたらこの制服を着ていただけで、その第一高校とかいう学校の生徒じゃないぞ。そもそも第一高校なんて学園都市にあったかな。第一高校を知らない？それに気づいたら制服を着ていたなんて話が見えないわね。美琴さんは魔法師よね。でもさっき電流を出した時はサイオンの流れが見られなかったのよね。魔法師って魔法？まさか魔法なんかじゃなくただの超能力よ。インデックス、魔法師って魔術師とは違うのか？違うと思う。どこかの組織独自の呼称かもしれないけど、私は魔法師やサイオンなんて聞いたことないんだよ。俺たち目を覚ましたらこの場所にいたんだ。それにこの夢の世界のことは全く知らないんだけど。あ、夢の世界？一体何の話を。そういえば私自宅で寝ていたはずでは。うすうす変な気がしていたけど、みゆきさんもなのね。私も普段通り就寝して、その後気づいたらここに。え？お二人も夢の世界を遊べるっていう装置の体験会でこのゲームに参加してるんでしょ？いえ、少なくともそのような装置や体験会のことは私たちには心当たりがありません。ええ、そうね。眠ったらいつの間にかという点では夢の世界というのもあながち嘘じゃなさそうだけど。俺たちみたいな参加者じゃない。よくわかんないけど、そろそろ外に出て
いろいろと探検してみたいかも。そうね、このままだと拉致が開かなそうだし、私一緒に参加してる友達を探したい。なら私たちもついていっていいかしら。みゆきさんがいるってことはどこかに達也くんもいるかもしれないし。ん？達也？さっき二坂が俺に言ってたのって。上条さん、お兄様を知っているのですか？鬼？まさかその達也ってのがみゆきさんの兄貴ってことなのか？ややこしくなりそうだから言わないけど、インデックスがなりきってたのってこの人だよな。いずれにせよ、お兄様ならきっとこの世界のことも何かお分かりになるはずだわ。すごく信頼されてるわね。みゆきさんのお兄さんってよっぽどすごい人なのかしら。ええ、少なくとも私たちよりこの事態について何か掴んでいるはずよ。決まりだね。じゃあ早速出発なんだよ。学校から出てみたけど、見たことない街並みなんだよ。いや待って、あっちの方おかしくない？本当だ、途中から俺たちが知ってる場所に変わってる。夢の世界だから街もちょっと変になってるのか？この周辺は私たちのいつもの街並みよ。あなたたちの知る向こうの景色が逆に私たちには見覚えがないわね。ってことは私たちの街と三枝さんたちの街とが混ざり合った感じになってるってことかしら。街にいる人たちは誰も不思議に思っていないようだわ。この異様な光景、改めて夢を見ている気分になるわね。とりあえず今は美坂の友達とみゆきさんの兄貴を探すことを優先しよう。ダメね、この付近には見当たらないわ。闇雲に探してもキリがなさそうね。どうしよう、お腹が空いてきたんだよ。おいおい、夢の中でも空腹になるのかよ。でもこの世界に食事できる店なんてあるのか？それならさっきファミレスを見つけたわよ。ちゃんと営業してるみたいだし、一旦そこで休憩しない？おお、本当か？確かにだいぶ歩き回ったもんな。みゆきさんも三枝さんもそれでいいよな。ええ、構わないわ。ちょうど休憩したかったところなの。早速行ってみましょう。すいません、ご迷惑なんですけど。体調でも悪いのですか？と美坂は普段と全く違うアクセラレータの様子を心配します。今日のこの人なんかちょっと変なんだよね。で、美坂は美坂は首をかしげてみたり。え、美坂？それに今の喋り方って。そんな、まさか。やっぱりお兄様。達也くん。みゆき、三枝先輩。お兄様もここにいるのではないかと探しておりました。でもまさか本当にこうしてお会いできるなんて。やっぱり達也くんもこんなおかしな夢に迷い込んでいたのね。会えて安心したわ。みゆきさんも無事に兄貴と会えたか。偶然だけど見つかってよかったな。こっちの知り合いも見つかったわね。まさかあんたたちもこの体験会に参加してたなんてね。ん？何のことでしょう。まあいいわ。それでなんであんたが
みゆきさんのお兄さんと一緒にいるのよ。すみません、美坂とあなたは知り合いでしたか？と美坂は失礼を承知で尋ねます。え、ちょっと待ってよ、あんたのお姉様じゃない、私がわからないの？お姉様、もしやオリジナルのことですか？でもあなたはお姉様に見えないのですが。夢の世界だから寝ぼけているってわけじゃないよな。意識は明瞭なのでそれはありえません。それよりアクセラレータが美女二人に言い寄られている。意外なハーレム展開に美坂は驚きを禁じえません。アクセラレーター、まさかこの店に？お姉ちゃんたち離れて！って美坂は、美坂は頬を膨らませながら引き剥がそうとしてみたり。この人がアクセラレーターだと？この人はみゆきさんの兄貴のはずで。三枝先輩、この子たち。ええ、私たちと同じ状態なのかも。上条くん。そういうことか。今元に戻してやる。って、美坂は美坂はあの人が突然別の人に変身しちゃって大混乱してみたり。アクセラレータがいきなり全くの別人に。あなたは誰ですか？と美坂は説明を求めます。次はあんたか。待って、この人さっきみゆきさんや三枝さんと普通に会話してた。正気なんじゃないの？マジかよ、この世界で俺以外にも最初から正気のやつがいるなんて。そんなことよりトーマ、私はこの爆盛り日替わりランチが食べたいんだよ。ちょっとインデックスさん、今大事な話をだな。お兄様、こちらの上条さんに私も三枝先輩も助けられたのです。私たち別人になりきっていたのよ。彼女たちがあなたを別人だと勘違いしていたようにね。みゆきさん相当すごかったのよ。お兄様、ダメです、それ以上聞かないでください。そうか、みゆきと三枝先輩が世話になったようだな。感謝するよ。すでにみゆきから聞いているみたいだが、俺は芝達也だ。妹の方を呼ぶときに紛らわしいだろうから達也で構わない。俺は上条トーマなら、俺のこともトーマって呼んでくれ。わかった。それにしても不思議な能力だな、その右手。ああ、この右手は元からなんだが、異能とかそういうものを打ち消しちまうんだ。トーマは BS 魔法師ということか。 BS 魔法？あ、いや、魔術ってわけじゃないんだが。魔術？変わった言い方をするな。海外の古式魔法師の類なのか。多分話が噛み合ってない気がするんだよ。ミコトさん、お兄様に能力を見せてもらえないかしら。お兄様、ミコトさんを目で見ていただけませんか。こんな感じよ。これは今の能力は、世間的に言えば超能力ってところかしら。お兄様、ミコトさんや上条さんたちは一体。現段階で分かっていることをみんなで共有しよう。おのおのの話を聞かせてくれ。トーマたちは学園都市で夢を共有する装置を使用し、この世界に存在している。一方で俺たちは普段通り眠りにつき、目を覚ますとこの世界に紛れ込んでいたと。夢の世界とはいえ、二つの異なる世界が融合するなんてことありえるのかしら。融合した二つの世界、ひょっとしてそれが
この世界の設定ってことなのかしら。設定？これはきっとドリームチャネリングのイントロダクションなのよ。彼らのお話がミサカたちと随分異なるのは、彼らがこのゲームの登場人物だからですね。とミサカはお姉さまに同意を求めます。ねえ、私たちが達也さんたちに出会ったのは世界観説明を受けるためなんじゃないかしら。だとしたらこの物語結構しっかりしてるわね。すごい作り込みです。彼らがノンプレイヤーキャラクターなら、彼らと共に何かを解決に導くことがストーリーの流れなのでは。その可能性はあるわね。魔法使いとか出てくる世界みたいだし、この後どんな展開になるのかしら。そうなのか。みんな、この夢から脱出できるとすれば条件があるはずだ。この世界のどこかにある怪しい場所を見つけ出そう。例えば囚われた人物を救い出せば君たちも解放されるかもしれない。なるほど、こうやって得られるヒントをもとに物語を進めていけばいいのね。実はこの世界で目覚める前に変なビジョンを見たんだ。子供たちが助けを求めてくる。子供？助けを？ちょっと待て、何か大事なことを忘れているような気がする。でも何をだ。考えろ考えろ。俺一体何を忘れてる。また頭がズキズキして。いや待て、もしかして忘れさせられたんじゃないのか。俺には何も影響がなかった。いや、そう思い込んでいるだけだとしたら、俺にも何らかの力が作用していたとしたら、なら、ここから出してよ。痛いのは嫌。誰か助けて。そうだ、思い出した。俺も見たぞ、そのビジョン。トーマ、そのビジョンについて話してくれるか。俺の見たものと一致しているか確認したい。小さな子供が大きな機械に入れられて、それが何台も並んでいる部屋で、子供たちは多分人体実験みたいなものを受けてるんだ。誰か助けてって消え入りそうな声で訴えてた。あの声はゲームや作り物なんかの声じゃない。根拠はないけど、心から助けを求める本物の声だった。そういうストーリーってことよね。俺が見たビジョンと同じだ。推察するに、この夢は子供たちの SOS、 俺たちへのメッセージ。ビジョンの中の機械、あれはおそらく大型 CAD、 俺たちの世界の技術によるものだ。そしてその中の子供たちは調整体魔法師だろう。ではこの夢はその人体実験による副産物とも言えるだろう。子供たちの苦しみが CAD を介し、何らかの要因でトーマたちの世界にあるドリームチャネリングと結びつき、強力な魔法となった。俺たちはその特殊な魔法に巻き込まれてしまったんだ。だが希望はある。この夢が子供たちの SOS によって作られた世界なら、子供たちを救うことが夢世界からの脱出条件である可能性は高い。トーマ、ずるいんだよ。失われた記憶とか助けを求める声とか主人公格のイベントかも。何にせよこれからの目的がはっきりしたわね。お次は探索ってどこかしら。よーし、子供たちを助けに行くんだよ。トーマ？いや、なんでもない。目標が決まったが、
俺たちはこの世界のことを把握できていないし、子供たちの所在もわからない。そこで新たな手がかりを得るため、2チームに分かれて捜索を行おうと思う。あの、できればあの人も探したいんだけどって伊坂は美坂は遠慮しがちに提案してみたり。あの人？あのね、一緒に遊べるって思ってわがまま言ってついてきてもらった人がいるの。この世界のどこかにいると思うんだけど、だんだん気になってきて。って美坂は。そんな暗い表情しないの。可愛いお顔が台無しよ。大丈夫、一緒に探してあげる。このお姉さんに任せなさい。ありがとう。って美坂は美坂は優しいお姉ちゃんに抱きつきながら感謝してみたり。なら俺もついていこうか。一応あいつの顔は知ってるからな。私はトーマについていくよ。うん、名乗り出る前に決まってしまうとは。美琴さんは私たちと一緒に来てくれると助かるわ。そちらの世界の事情や土地勘が必要なの。それもそうか、分かったわ。あ、けど私も友達を見つけないとだから、その協力もしてくれると助かるわ。あ、問題ない。何が起こるかわからないこの世界で、友人や知人の安全を確保するのも大事なことだからな。美坂は他の美坂と共にこの町を手分けして捜索してみようと思います。何か報告があればお姉さま方には電話で連絡をします。この世界、電話が使えたのですか？なぜ思い至らなかったのかしら。お兄様を探し出す前に気づいていれば。この世界、電話が使えたのね。正直盲点だったわね。なあ達也、どうした？達也たちは本当に NPC なのか？どうしてそう思う？最初は美坂の言うように、俺たちが体験している装置が作り出した夢の世界の住人じゃないかって思った。だけど俺たちと同じように別の誰かになりきらされて、そして同じように俺の右手で元に戻るなんて。それに子供たちのビジョンもそうだ。俺はあれがただの夢の世界の出来事だとは思えねえ。確証があるわけじゃない。それでも俺は達也たちがただの幻想だなんて到底思えないんだ。興味深い考察だな。なぜ NPC を演じているのかはわからないけど、達也たちのことを俺は絶対に信じる。それを伝えておきたかったんだ。この夢の世界からみゆきたちみんなを無事に脱出させる。俺の目的はお前と同じだ。そのための協力は惜しまないと誓おう。お前も俺に力を貸してくれるか、トーマ。ああ、もちろんだ。この世界から脱出する。そのためにもまずは子供たちの居場所を早く見つけないと。相変わらず異様な街並みだな。ゲームみたいに変な敵とか現れなけりゃいいけど。でもまだ何が起こるかわからないわよ。ほら、唐突に高いところから落ちる夢とかあるじゃない。あるある、ビクッてして思わず起きちゃうんだよね。って美坂は美坂は実際の体験を思い出してみたり。高いところはどうしようもないかもしれないけど、変なことはトーマが右手で何とかしてくれるかも。上条くんの右手ってそんな万能なの？異常を治すだけじゃないのね。万能ってわけでもないですよ。超能力や魔術といった異能なら打ち消せるってくらいですかね。そんなことないわ、十分すごいじゃない。私たちの世界ではそんな魔法そうそう使いこなせないわ。いや、そこまで便利じゃないですよ、この右手は。多分こいつのせいで幸運も打ち消してるみたいだし。ねえねえ、まゆみ、教えてほしいんだけど、まゆみたちの世界の魔法ってどういうものなのかな？
端的に言うと、事象の情報を改変して超常現象を引き起こす技術って感じかしら。この CAD に魔法を構築するための起動式を組み込んでおいて、使うときに呼び出すんだけど、その CAD ってのがあれば誰でも魔法が使えるようになるんですか？残念ながらそうではないの。魔法には素質が必要だし、これはあくまで魔法の発動を補助するものだから。映像を使って記号に応じた現象を引き起こすんだね。そう考えると魔術と似ているところはあるんだよ。魔術というのはよくわからないけど、もしかしたら似ているのかもね。あれは北山さんに三井さん、あの子たちもこの世界に迷い込んできてたのね。背がちっちゃい人がお下げの人の後ろでクソクソしてるよって、みそかみそかは怪しんでみたり。あの二人は仲がいいから何かじゃれ合ってるんじゃないかしら。ういはる、ちゃんとパンツ履いてるか。前が見えねえ。三枝さん、なんで目を隠す。いやー、チェックはやっぱ欠かせないからね。今日は一体どんな。トーマ、聞いちゃダメ。おい、耳まで塞がなくてもいいだろう。これじゃ何もできないだろう。早く話して。なになに、とっても楽しそう。そこはみそこは抱きついてみたり。ドワッ、何が起こっているんだ。俺は今一体どうなって。あの人たち一体何をしてるんでしょうね。さあ、何かの罰ゲームとかじゃないかな。味方の妨害という予想外の事態が起きたが、無事に三枝さんのお知り合いを正気に戻せたな。二人とも大丈夫？私のことはわかる？頭がぼんやりする。三枝先輩、私何かされてた気がするんですけど、一体何が起こってたんですか？三井さん、大丈夫よ。あなたのスカートの中身は私が守っておいたわ。ありがとうございます。スカートの中身って何のことですか？軽く説明すると、二人は違う人になりきっていたのよ。なんとなく記憶が残ってたりしない？あ、確かに。ほのかのスカートをめくろうとしていたかも。嘘でしょ、しずく。そんなことを街中で。そんなの恥ずかしすぎるよ。けど普段あんなことしないから、ちょっと楽しかったかも。けどしずく、楽しかったからってもうやらないでね。わかってる。部屋で二人きりの時とかはいい？もうしずく。冗談だよ。私たちが眠っている間にそんなことになっていたなんて。それでここから脱出するために先輩たちは手がかりを探しているんですね。ええ、この広い世界を探すのに人手が必要なの。あなたたちにも協力してもらいたいんだけど、いいかしら？事情は分かりました。達也さんのためにもお手伝いします。ほのかがやるなら当然私も。それにずっと眠ったままなのは困るしね。わーい、仲間が増えたーって、みそこはみそこは戦力アップを喜んでみたり。あなたたちもまゆみと同じ魔法師なんだよね。よろしくなんだよ。こんな小さい子たちもいるんですね。私は三井ほのか、よろしくお願いします。私は北山雫、よろしくね。
なんか女子ばっかりになってきたな。肩身は狭いけど進展はあったから達也に連絡を。賑やかだと思ったらこんなところにいたのね。やっと見つけたわ、ウイハルさん、サテンさん。え、リーナ、どうしたの？どうしたの、ウイハルさん。ねえサテンさん、私の顔に何かついてる？私もサテンって人じゃないんだけど。二人して不思議そうな顔なんかしてどうしたの？そういえば黒子は一緒じゃないの？ねえトーマ、あの喋り方、もしかして金髪の人がなりきってるのって。ああ、白井たちの名前を出してたし間違いない。ビリビリ中学生こと美坂だろうな。ちょっと、あんたが誰か知らないけど、今気に入らない単語が聞こえた気がするわよ。え、いえいえ、滅相もありません。俺はビリビリだなんて言ってませんよ。誰がビリビリだ、やっぱり言ってるんじゃない。知らない名前を言ったり、上条くんと息の合った漫才をしなければ気づかないぐらい結構違和感ないわね。あれ、ホカゼさんもいたんですね。いえ、シールズさん落ち着いて。私はそのホカゼという人じゃ。まさかあの女も近くにいるんですか。うわぁ、会いたくないなぁ。普段とそんなに変わらないかと思ったけど、やっぱり別人として接するのは落ち着かないわね。私たちの時もこんな感じだったのかな。これはこれで録画してもらっておいて、客観的に見てみたかったかも。話がこじれる前にとりあえず正気に戻そう。私があんな、本当に不覚だわ。こんなんじゃ達也たちに合わせる顔がないじゃない。それを言ったら私たちもそうだから気にしない方がいいよ。達也さんにはお互い内緒にしましょうね。ああ、いいわ、この件はとりあえず置いておいて。そこのツンツン頭のあなた。え、俺？まさかさっきのビリビリって言った件で何かあるとか。誰がビリビリよ。確かに放出系統の魔法は得意だけど。じゃなくて、あなた、私の催眠を一瞬で解除したみたいだけど、一体どんな魔法を使ったの？ああ、右手の話か。俺の右手は魔法じゃなくて特殊な力を。あれ、芝、それに芝さんもこんなところで会うなんて偶然だな。え、アクセラレーターなのか。アクセラレーター。芝、何を言っているんだ。まさか俺のことを忘れたわけじゃないだろう。芝さん、お久しぶりです。会うのは論文コンペ以来ですね。お元気でしたか。え、芝って私のことかな。論文コンペが何かもわからないんだよ。兄弟揃って随分と動揺しているようですが、俺がここにいることがそんなに予想外でしたか。その予想外が一瞬でたくさんやってきたから待ってくれ。今どう処理したものか考えてるから。お嬢さん、もしかして誰かと勘違いしてないかな。君とは初対面だと思うんだけど。あなたならもしかして最初から正気かもって思ってたのに。本当に美坂のことがわからないって。美坂は美坂は頑張って尋ねてみる。すまない、本当に何を言っているのか。君は一体誰なんだ。もういいのよ。三枝のお姉ちゃん、あなたの気持ちはよく伝わったわ。分かっていても大好きな人に忘れられていたらショックよね。しかし
困ったな。子供を泣かせてしまうとは。柴さん、その助けてくれないかな。上条くん、ダストオーダーちゃんのためにも早く何とかしてあげて。トーマ、出番なんだよ。ああ、任せろよ。今すぐ元に戻してやるからな。ということがあったの。で、ミサカはミサカは事情をあなたに説明してみる。そうか、ひとまず状況は分かって。なんだか怖そうな人だね。さっきまでなりきってた一条さんとは雰囲気が真逆かも。ちょっとあなた、さっきまでラストオーダーがあんなにショック受けてたのに、慰めの一つや二つできないわけね。そうよそうよ、こんな可愛い子を寂しがらせておいて、お姉さん簡単には許さないんだから。あー、大丈夫だよ、この人いつもこんな感じなのって。ミサカはミサカは慌ててかばってみたり、それに意外と優しいところもいっぱいあるんだよって。ミサカはミサカは今はあんなこと話してる場合じゃねえだろ。その研究所とやらだが、一つ心当たりがある。街をうろついている時、見慣れねえ研究所を見かけたことをぼんやりとだが覚えている。ああ、本当だとしたらお手柄だねって。ミサカはミサカはパチパチしてみたり。アクセラレーター、そこへ案内してもらえるか。しょうがねえ、案内してやるからついてくる。ここから見えるあの研究所だ。この辺にはあんな建物はなかったはずだ。ってことは、あそこに俺たちが探してる子供たちがいるのか。んなこと俺が知るかよ。俺は見かけただけで、あの建物の中のことなんて知るわけねえだろ。だが、なんでもねえ建物にしちゃ警備が厳重すぎる。てめえから怪しいですって言ってるようなもんだろ。本当ね、建物の周りには黒い服を着た人が何人も、それに警備のロボットもたくさんいるわね。え、真由美、なんでわかるの。私はここからじゃよく見えないんだよ。お姉さん、目にはちょっと自信があるのよ。三井さんたちも何かわかるかしら。離れているのに、とても強い左右の波動はあの研究所から感じます。ここまで強いのって相当だよ。調べてみるだけでも脱出の手がかりになるかも。よし、決まりだな。ひとまず達也たちに連絡を。地震なんだよ。みんな気をつけて。収まったようだな。さっきの地震は一体。あれはなんだ、空に亀裂が入ってる。多分だけど、さっきの地震でできたものだと思う。でも、なんで空に亀裂ができるの。理由はわからないけど、もしかしたらこの夢の世界はいずれ崩壊する可能性があるのかも。崩壊？崩壊したら私たちどうなるんですか。いつも通りに目覚めるって感じじゃないよね。このまま崩壊に巻き込まれたら、私たちは。俺が何とかする。あなた、何か当てはあるの。まさかあなたのその能力で。いや、俺の右手もそこまで便利じゃない。ただ右手が使えなくても何とかしてみせる。意気込みだけじゃどうにもならないわ。何を根拠にそんな。こうなったトーマを止めるのは難しいかも。でもトーマが助けるって言ったらきっと大丈夫なんだよ。トーマはそう言ってたくさんの人を助けてきたんだよ。どんな境遇の人も関係なく、私もその一人。トーマはボロボロになりながら救ってくれた。
だからトーマが助けるって言うなら絶対なんだよ。わかったわ。インデックスさんがそこまで信頼してるなら私も上条くんのことを信じてみるわ。それにピンチの時に助けるって言われたら女の子は頼りたくなっちゃうものよね。うん、確かにそうですね。私も上条さんのこと信じてみます。私も信じる。このままじっとなんてしてられない。ああもう、なんだか私が悪者みたいじゃない。分かったわ、信じればいいんでしょ。その代わり絶対に全員を脱出させること、しっかり約束を守りなさいよ。ああ約束だ。必ずみんなを救い出してみせるよ。とりあえず達也くんに電話して状況を伝えるわね。達也くん、実は怪しい場所が見つかったのよ。もしかしたらここに何かこの世界の手がかりがあるかも。茶番に付き合う気はねえ。要はあの研究所をぶっ潰せばいいんだろうが。一人で研究所に行くのは危ないよ。って磯川美沙子はあなたを止めてみる。ちょっと単独行動なんて勝手がすぎるわよ。悪いけど引き止めさせてもらうから。みんな達也くんと連絡が取れたわ。一度集まって情報を共有し合うことになったわ。それと美琴さんから上条くんに伝言よ。俺に伝言？美琴さんもお友達を見つけたみたいなんだけど、必死な雰囲気で早く元に戻してって言ってたわ。なんか向こうは向こうで大変そうだな。まあわかった、それじゃあ達也たちと合流しに行こう。あの子からか。どうしたの？え？怪しい研究施設を見つけた？なんだと？達也くん？実は怪しい場所が見つかったのよ。もしかしたらここに何かこの世界の手がかりがあるかも。三草先輩、もしやそこに美坂1032号も？え？どうして？いないけど。お兄様、一体どうなさったのです？何？何？地震？収まったか。みんな大丈夫か？怪我はしていないか？はい、お兄様。みゆきは大丈夫です。さっきの地震、何だったのかしら。みんな、気分が悪い人がいたら遠慮なく言うのよ。私は大丈夫。でもあれ見て、空や地面にさっきまでなかったひびが入ってる。本当だわ、さっきの地震が原因ってこと？ただの地震というわけではなさそうですわね。何やら不吉な予感がしますわ。どんなことが起きてもお兄様がいるからきっと大丈夫よ。そうですよね、お兄様。ああ、そうだな。お兄様。そう心配そうな表情をするな。何も問題はない、必ず解決してみせるさ。そうですね、お兄様ならきっと大丈夫だと信じております。ねえ達也さん、みゆきさん、私やっぱ二人がゲームのキャラだなんて思えない。そういう驚いた表情とか、さっきの焦り顔とかがさ、なんていうのかな、すごく血が通ってる感じで、作り出されたキャラクターには思えないのよ。もしそれが本当だとしても、キャラクターを演じてる事情はわからないし、言いたくないなら無理に聞こうとはしないけどさ。でも一つだけ言っていい？悩んでる時は誰かに頼ってもいいんじゃない？仲間の力を借りたっていいはずだと私は思うよ。達也さん、
大事な妹さんに迷惑かけたくなくて黙ってるんじゃない？お兄様、その気持ちわかる。私もそんなことあったから、友達を危ないことに巻き込みたくないって。でもみんなが教えてくれた。楽しいことも怖いことも共に分かち合うのが本当の友達なんだって。何も教えてくれないまま大切な人が自分の知らないところで傷ついていくのを、ただ黙って見ているしかない側だってきっと辛いし、力になれない自分を責めてしまうことだってあると思うから。お兄様、私は知りたいです。お兄様が何に困っているか。みゆき、三枝先輩。聞いてたわ、達也君。アイネブリーゼに来てください。先輩やトーマたちに話したいことがあります。あれ、ここどこ？ここはアイネブリーゼ。あれ、私確か体験会に参加して、それからぼんやりとですが、どなたか知らない方になりきっていたような。よかった、みんなちゃんと元に戻ったみたいね。やっぱりいつものみんなが一番ね。うんうん。美坂のやつニコニコしてるな。多分別行動してる間よっぽどムズムズしてたのかも。みんなに改めて集まってもらったのは他でもない、この世界から脱出するために力を貸してほしいんだ。そのためにもまずはこの世界について俺が知る限りのことを説明しておこうと思う。うすうす感づいていると思うが、ここは現実の世界ではない。原因から推察するに、ここは言うなれば夢の世界。俺たちの意識はこの仮想空間に幽閉された状態と見ている。なるほど。それで私たちの世界と達也さんたちの世界が融合したような空間になっているのね。その通りだ。異なる世界がイレギュラーにつなぎ合わされたこの空間は非常に不安定な状態だと考えられる。さっきの地震やあちこちに亀裂が入り始めているのは、そのつながりがほどけこの世界が崩壊しかかってると。通常の睡眠状態と異なる以上、崩壊に巻き込まれてしまえば意識が戻らないことも十分考えられますわね。この世界から脱出できなければ二度と現実の世界に戻れない可能性があるということですか？断定はできないが、その可能性は大いにあり得る。この世界から脱出する方法なんて見当もつかないわ。でも達也には何か考えがあるんでしょ？ああ、そもそもこの世界はトーマたちの世界で稼働しているドリームチャネリングが媒体となり発生している。ドリームチャネリング、使用者の夢をもとに架空の世界を構成して、その夢の世界でゲームのような物語を現実化のように遊べる装置です。でもなぜ私たちもそのドリームチャネリングが生み出した世界に来てしまったのでしょうか？そこでもう一つ関与してくるのが子供たちのビジョンだな。その通りだ、トーマ。この世界でなりきりの影響を逃れた俺とトーマにしか見えなかったビジョン。その中では超生体魔法師と思われる子供たちが大型 CAD に入れられ人体実験を受けているようだった。なんてひどい。その子供たちの SOS が CAD を介し特殊な魔法となり、くしくも俺たちの意識をこの世界に誘ったのだろう。そしてその子供たちの意識も
俺たちが見つけた2つの研究所のどちらかに幽閉されているはずだ。ということは、私たちがその囚われの子供たちを助け出すことができれば、私たちに課せられたゲームのクリア、つまりこの夢の世界から解放されるってことね。子供たちは大型 CAD 機械の中に入れられている。そこでそれぞれのチームにハッカーと電撃担当を配置したい。電撃担当って？どうにもならなくなったら CAD を電撃でショートさせる役だ。リーナ、ミコト、頼む。なんかそんなのでいいの？ただぶっ壊す役って。わかりやすくて私はいいと思うけど。そしてハッキング役だが、一方は俺が担当する。トーマたちの方で機械に強い人物はいるか？はいはい、それならうちのウイハルが。その CAD なる機械の解析ができるかどうかは未知数ですが、やってみます。今は時間も人でもない。どうか頼む。各担当を振り分け、残りの人員はバランスを見て決めよう。ねえねえ、ミサカたちはどっちに行ったらいいと思う？って、ミサカ、ミサカはあなたに尋ねてみる。せえねえ、チームなんざどうでもいいだろ。お前がアクセラレーターだな。だからどうして？指図は受けねえぞ。それで構わない。ラストオーダーのことを考えると、お前はその子のそばにいてもらった方がいいだろう。そうか、なら勝手にさせてもらうぜ。ああ、無理強いはしない。だがもしラストオーダーを元の世界に戻したいとお前がそう願うなら、ラストオーダーのためにも俺たちに協力してほしいんだ。お前の力はこの上ない戦力になる。言ってない。いよいよだな、達也。お前が俺たちみんなを頼ってくれて嬉しいよ。ちょっと思い直すことがあってな。マジカルパワードカナミンにもなれなかったし、こんな怖い夢はさっさと終わらせるんだよ。ふっ、そうだな。頼りにしてるぞ、トーマ、インデックス。ああ、俺もやれることを全力でやるつもりだ。決着をつけに行こうぜ。みんなでハッピーエンドを迎えるんだ。みんな準備はできたわね。クロコはいつでも大丈夫ですわ、お姉さま。私も大丈夫です。ハッキング用の端末も準備できてます。いよいよ本番なのよね。なんだか緊張してきた。私うまくやれるかしら。ほのか、リラックス。一人で戦うわけじゃないから大丈夫だよ。そうよ、ここには頼れるメンバーが集まってるんだから。三枝さんの言う通り、お互いを助け合って頑張りましょう。それじゃ子供たちを助けるため研究所へ出発よ。そういえばなんだけど、白井さんとウィハルさんも能力者なのよね。どんな能力なのかしら。私の能力はテレポートですの。触れた人や物を移動させることができますのよ。私はサーマルハンドっていう能力でして、戦闘には全く役に立たないかと。そんなことないわよ。私たちの魔法とは仕組みなんかが結構違うんだし、すごく興味があるわ。私もそっちの魔法っていうのを興味あるな。みんなはどういう魔法を使えるの？私はいろんな系統の魔法を使えるけど、その中でも硬派振動系の魔法をよく使うかな。私も振動系の魔法が得意。でも
ほのかのとは少し違って強振とか超音波とかそういうの。射撃系の魔法なら任せてね。詳しくは言えないけど、お姉さんちょっと目がいいのよ。一つに縛られず応用もできそうですわね。困った時はぜひとも頼りにさせていただきますの。それにしてもサテンさん、向こうのチームで柴田さんと何か考えがあるみたいでしたが、何なんでしょう。とはいえこの中であまり戦えないのは私だけですね。前線の皆さんの足を引っ張らないよう頑張らないと。私も戦うのはそこまで得意な方じゃないから。だからウィハルさん、一緒に協力して頑張ろう。はい、ありがとうございます。お二人とも心配はご無用ですの。なんせここには常盤台のエースとそのパートナーがいますのよ。お姉さまと私の華麗なる愛の連携にかかればどんな困難も問題にならないことを教えて差し上げますわ。そこまで信頼してるなんて、白井さんと美坂さんは本当に仲がいいんだね。もちろん。ではその証拠に白井黒子プロデュースによるお姉さまの素敵で素晴らしいところベスト100を教え。じゃないわよ。さっきも愛の連携だとかふざけたこと言って。なるほど、確かに連携はバッチリみたいだね。みことさん、一つ気になっていることがあるんだけど聞いてもいいかしら。なんですか急に。そんな真剣な雰囲気で、よっぽど大事なこと？ええ、大事よ。それ次第によっては私たちの今後の関係が変わるかもしれないわ。そんなに？一体何かしら。みことさん、上条くんに少し当たりが強いみたいだけど仲が悪いわけじゃないわよね。今の状況と全然関係ない話だった。それ今聞く必要あります？あるある。もう気になって気になってお姉さん戦いに集中できる気がしないのよね。適当なことを。まあ仲は多分悪い方だと思う。以前は会うたびに喧嘩みたいなことをしてたくらいだから。であいつってば私の問題に首を突っ込んできてね。そこで借りができたってわけなのよ。みことさんも上条くんに助けられた一人ってわけね。とにかくそれで借りを返そうとしてるんだけど、いろいろあってうやむやになってるのよ。へー、いろいろって何があったの？とにかくいろいろあったのよ。それ以上は聞かないで。なるほど、そういうことね。微笑ましいわね。そういうことって何？何が微笑ましいの？私も気になってきちゃった。美坂さんと上条さんがどういう風に出会ったかも聞きたいな。聞いた感じ、喧嘩はするけど嫌いじゃないってことだよね。そのあたりをどう思ってるのか詳しく教えて。みんなして一体何なのよ。別にあのバカとは何でもないんだから。あの類人エミ、お姉さまを惑わすなんて許しませんわ。お姉さまの真のパートナーは私ですのに。もう今はこんなこと話してる場合じゃないでしょ。これから脱出するんだからそっちに集中。じゃあ話の続きはこれが落ち着いた後でゆっくり聞かせてね。さあ緊張もほぐれたところで油断せず張り切って先に進みましょう。なんだか好きに振り回された気分だわ。侵入者だ。これ以上進ませるな。
ここはお姉様が通る道、おどきなさい。なんだこいつら。あら、私たちのことも忘れちゃダメよ。敵の第一陣はこれで片付きましたわね。数が多いだけで大したことありませんの。けど私たちには時間があまり残されていないわ。研究所内の探索のことも考えると。研究所のハッキング完了しました。これでどこに何があるか分かるようになりましたよ。え、もうそこまでできちゃうなんて、正直びっくり。ウイハルさんすごい、本当にプロ級の腕前だったんだね。皆さんのお役に立ちたくて頑張っちゃいました。ナイスよウイハルさん。うちの学校にいたら間違いなく生徒会に勧誘していたくらい有能ね。有能だなんてそんな。あ、施設内のパワードスーツなどの警備配置も皆さんに共有しておきますね。あと電子ドアのロックも解除しておきます。それでも開かないのは私が直接開けますので。照れながらえぐいことをしてますわね。ウイハルさん、いつも以上に頑張ってるわね。私たちも負けてられないわよ。後ろから敵がたくさん近づいてきてるよ。応援を呼ばれたみたい。前からも敵がうじゃうじゃと。時間もないってのに挟み撃ちなんかされたら。お姉様、ま、ご安心を。ここはクロコにお任せください。白井さん、まさかここに残るつもり？そのまさかですのよ。さあ、私のことは気にせず進んでくださいませ。分かった、頼んだわよ。みことさん、そんなあっさりと。クロコが安心して任せろって言うなら大丈夫よ。あいつのこと信じてるから。だけどたった一人で食い止めるなんて。三枝先輩、私たちもここに残ります。私たち三人なら絶対に食い止めることができる。分かったわ、白井さんを頼んだわよ、二人とも。はい。ウイハルさん、この先の案内をお願いしていい？はい、任せてください。それじゃあクロコ、行ってくるわ。はい、行ってらっしゃいませ。お姉様、三井さん、北山さん、協力感謝いたしますわ。せっかく知り合えた仲間でも放っておくわけにはいかないからね。白井さんと美坂さんって本当に仲がいいんだね。迷わず白井さんに任せてたし。昔は何かと一人で背負うお方でしたが、徐々に私たちを頼るようになってくれてますのよ。お姉様が今ではこんなに信頼してくださるように。クロコはお姉様の変化を嬉しく思いますの。白井さんって美坂さんのことをすごく慕ってるんだね。そうなった経緯とかいろいろ聞きたいな。二人のこともっと教えてもらっていい？で、構いませんわ。ただしお姉さまのお話でしたら一晩などでは収まりませんので、いずれまたゆっくりと。そんなに語ることがあるの？何もかも落ち着いてからじゃないと無理そうだね。さあ、お姉さまのためにもこのクロコ、しっかり使命を果たしてみせますわ。結構倒したと思うんだけど、敵の勢いがなかなか落ちないわね。でも研究所の中枢まではあと半分です。崩壊の進行もまだですし、今のうちに急ぎましょう。ウイハルさん、少し頭を下げてもらっていい？はい、わかりました。一丁上がりってとこかしら。
体何をしたんですか？もしかしてここから狙撃を？そうよ、ウィハルさんを狙ってるのがいるなと思ってね。よく気づきましたね。あ、それがさっき言ってた目がいいってことかしら。まあそんなところね。この先なんですけど、奥への道が一つしかありません。そこで待ち伏せされてると思うので気をつけてください。オッケー、どんなに待ち伏せされたとしても逃さず撃ち抜いてやるんだから。ここからが先ほど言ったポイントなんですけど。誰もいないわね。もしかして戦力が尽きちゃったとか？もしくは隠れてるか。いずれにせよ警戒を。え、なんでみゆきさんがここに？みゆきさんはもう一つの研究所にいるはずじゃ。みゆきさん、なぜここにいるのかしら。達也君たちはどうした？みゆきさん何を？体が凍って。寒い。みゆきさん、なんでこんなことをするのよ。あれはみゆきさんじゃないわ。この状況で達也君と別行動なんて考えられないし、呼びかけにも答えない。何より彼女はこんなことしないわ。じゃあ、あれは偽物ってこと？ええ、おそらくはこの世界の防衛システム的なものだと思う。きっと私たちの意識から情報を抽出したんだわ。でもよりによってみゆきさんのコピーだなんて。偽物だってならレールガンで。もうこうって腕が。私もCAD の操作ができない。先手を取られた時点で勝ち目は。そんな、このまま氷漬けなんて最悪。あ、何？壁に穴が開いた。おいおい、それでもレベル5か。第3位が不甲斐ね。アクセラレーター。大丈夫、助けに来たよ。で、ミサコはミサコは元気づけてみる。ダメ、今近づいちゃあなたたちも。なんだその目はよ。睨む相手はよく考えるんだね。何今の。足踏みしただけに見えたけど、みゆきさんの周りの地面が吹き飛んだ。それがあの人の能力だから。もう大丈夫だって。あの人は学園都市第1位なんだから。で、みさこはみさこはドヤって表情で自慢してみる。魔法が中断された。まさかあいつに助けられるとはね。まだ動けるの？けどみんなで協力すれば。お前たちは邪魔で、どっか行ってる。邪魔って？みゆきさんと同等の魔法を使うのよ。だったらみんなで協力した方が。全員で予算してけ。あっ！この操作で暴風を。魔法だかなんだか知らねえが、要はやられる前にやればいいだけだろうが。なんて人なの。これが能力者たちの第一位。ほら、サボってねえで、とっととこのふざけた夢を終わらせてこい。わかった。私たちは先に進みましょう。ありがとう、アクセラレーター。もしやられたりなんかしたら、ラストオーダーちゃんと一緒にお説教するからね。余計なお世話で。さーて、ようやくうるさいのがいなくなって、その優等生面歪めてやるから、来いよ。今ので
この辺りの敵は全部倒せたみたいね。ようやく最深部に到達ね。ウイハルさん、ここの電子ドアのロック解除してもらっていい？はい、すぐに解除しますので少し待ってください。ロック解除できました。ありがとう。それじゃ入りましょう。子供たちはどこかしら？いたわ。部屋の奥にあるあの機械から強い作用が感じられる。よかった、こっちの研究所が当たりね。あとはこの機械から子供たちを助け出せればクリアね。こんなのに子供を閉じ込めて不当な実験を行っていたなんて到底許されないわ。そう簡単に救出させてくれないってことね。ウィアルさん、開けられそう？少しだけ時間を稼いでください。この機械プロテクトが少々手強くて。オッケー、そっちは任せたわ。ウィハルさんの元へは絶対に近づけさせない。さあ二人とも最後の踏ん張りどころよ。よし、システムの掌握完了しました。美坂さん、三枝さん、いつでも開けられます。よくやったわウィハルさん。こっちも今なんとか片付いたところよ。子供たちを出してあげて。僕たち助かったの？お姉ちゃんたちありがとう。僕たちこの機械にずっと閉じ込められて、ずっと助けてって叫んでも誰も来てくれなくて。お姉さんたちが来たからもう大丈夫よ。眠たくなってきちゃった。あ、子供たちがだんだん消えて。多分助け出してもらう願いが叶ったことで子供たちのこの世界での物語は終わったんだわ。あとは私たちに任せて、必ず助けに行くわ。だから安心してお休み。待ってるね。消えちゃった。でもこの世界で助けても現実の世界で助けたことになってないってことですよね。ええ、この世界から出られたら必ず助けに行くわ。それについては私たちの世界の問題ね。この辺りに作用は感じられないし、少なくとも子供たちは無事に助け出せたに違いないわ。じゃあ目標を達成できたってことは私たちもこれで脱出できるってことですよね。ねえ、さっきの子供たちみたいにきっと私たちもじきに目が覚めるはずなんだけど。何も起きませんね。おかしいわ。ウィハルさん、この研究所の端末から達也くんたちがいる研究所へアクセスできる？え、あ、はい、できると思いますが。大至急向こうの研究所のことを調べてみてほしいの。三枝さん、もしかして。ええ、私たちの見立てが甘かったかもしれないわね。つながりました。これは向こうの研究所に謎のエネルギー源みたいなのが。脱出条件は一つじゃなかったってこと？また地震？これは以前のものよりも大きい。脱出できず崩壊がそのまま進んでるってことはもう間違いないってことね。あ、しずく、白井さん、こっちこっち、美坂さんたちいたよ。お姉様、ウイハル、皆さんご無事ですの？状況は一体どうなっていますの？解決したんだよね？それとも子供たちはここにはいなかったの？
説明は移動しながらする。クロコ、向こうの研究所へ連れてって。事態は急を要するようですのね。承知いたしました。もしもし、サテンさん、大変です。予想外の事態が発生しました。子供たちは救出できたんですけど、脱出するためにはそれだけじゃなかったみたいで、サテンさんたちがいる研究所、そっちに私たちが知らない何かがあるみたいなんです。サテンさんたちがいる研究所、そっちに私たちが知らない何かがあるみたいなんです。もう時間もないのに別の何か？無人機械がうじゃうじゃでなかなか進めないのに。エネルギー源のようなもの、もしかしてそれがこの夢を生み出している源ということでしょうか。サテンさん、早く皆さんにお伝えしないと。そうですね、それじゃあスピーカーで。なんだよ、夢の発生装置って。俺たちにこの夢を見せているのは子供たちの魔法だと思っていた。それにしては規模が大きすぎると思っていたが、その夢の発生装置なるものが力の源だというのか。でもそれってどこにあるのよ。まさか今から探すの？そんな時間あるの？考える暇くらい与えなさいよ。達也、あれを片付けてくるわ。その間に決断を。トーマ、大丈夫？ああ、大丈夫だ。そんな心配そうな顔すんなって。とにかくこの研究所にあるはずなんだよな。それを見つければきっとここから脱出が。いや、今から探していては時間が足りない。達也、この世界を分解するほかない。分解？なんだよそれ、お前の魔法か？どうしたんだよその表情。それって大丈夫なんだよな？どういう魔法なんだ？おい、黙ってないで教えてくれ達也。分解をするとこの世界はどうなっちまうんだ？なんとか言えよ達也。その方法で俺たちを、この世界に巻き込まれた他のみんなもちゃんと救える自信はあんのかって聞いてんだよ。保証はできない。なんだよそれ。なら他の方法を考えるべきだろうが。そんな時間がどこにある。別の手を考えている間に世界が崩壊してしまえば、崩壊に巻き込まれた全員の命がどうなるかわからない。だがお前の言う方法も確実じゃねえんだろ。だが時間は稼げる。時間を稼げるだと？どういうことかわからないが、今の余裕がない様子じゃ問題を先送りにしてどうなる。その先でみんなを救えないなら意味ねえだろうが。ちょっと二人とも、お前がそれでもやるってんなら俺は絶対に阻止させてもらう。その言葉そっくりそのままお前に返そう。こうなることは分かっていた。だがお前に説明している余裕はないんだ。それに到底信じてもらえる話じゃないさ。信じる？もうすでに途方もねえ出来事に巻き込まれちまってるんだ。それに言っただろ、お前を信じるって。それにお前はこう言ったはずだぜ。俺とお前の目的は同じ、力を貸してほしいんだって。聞いただろ、この研究所には何かがある。それを確かめてからでも遅くはねえんじゃねえのか。その時間がどこにある。あとどれだけ猶予があるかもわからないこの状態で、俺は諦めているわけじゃない。より確実な方法を選んでいるだけだ。俺はミユキを失うわけにはいかない。バカ野郎、お前は何も分かっちゃいねえ。なんだと？
お前が一人で戦うことがみんなの願いなのかよ。でもみんなが教えてくれた。楽しいことも怖いことも共に分かち合うのが本当の友達なんだって。何も教えてくれないまま大切な人が自分の知らないところで傷ついていくのをただ黙って見ているしかない側だってきっと辛いし、力になれない自分を責めてしまうことだってあると思うから。誰よりもそばにいるお前の大切な人からその願いを聞いたはずじゃねえのかよ。最後の最後まであがいてもがいて誰もがハッピーエンドだと思える結末を手に入れるんだ。何でも一人で解決しようとすんじゃねえ。お姉様。ユキ。お兄様に何をするのですか。ダメ、ミユキさん。ミユキさん落ち着いて。だけどお兄様が。あんたら一体何があったのよ。それはあいつが。争っている暇はないはずだよ、トーマも達也も。インデックス。落ち着いて私の話を聞いてほしいんだよ。夢の発生装置はきっとこの奥にある。近づいてみて分かった。この辺りには人払いや認識阻害に似た魔術的パターンが施されているんだよ。まるでこの先の何かを守っているみたいに。確かに奥の小部屋に何かあるようだ。お兄様。ああ見えた。インデックスの言う魔術はわからないが、守られている何かがあるのは確からしい。この通路の奥に魔法探査を防ぐシェルターのような小部屋、そこからわずかにだがサイオンが漏れ出しているのを確認できた。じゃあやっぱりそうなんだよ。ここの守りが固いのはブラフじゃなかったのかも。夢の世界が自身を守るために近づいて欲しくない何かがあるからなんだよ。すぐ近くにあるってんなら時間はギリギリあるんじゃねえのか。なくても作るさ。お兄様。まさか俺の封印が解かれてしまうとはな。え？お前のイマジンブレイカーのおかげで時間を増やせる魔法が使えるようになった。悪かったなトーマ。インデックスも礼を言うぞ。おかげでやるべきことがはっきりした。達也、今度は大丈夫なんだな。やってみせるさ。確実に俺もお前の言うハッピーエンドを目指してみようと思ってな。俺はこの世界が崩壊するまでの時間稼ぎをする。お前はその右手で夢の発生装置を破壊してくれ。任せてくれ。これよりこの世界に再生を実行し崩壊する前の状態に戻す。どれだけの負担になるかは未知数だが、トーマにああ言った以上必ず成功させてみせる。お兄様は必ずやり遂げると信じております。参ったな。本当に今回は絶対に失敗できないな。リーナ、お前はトーマたちのサポートを頼む。分かったわ。達也、ミユキ、ここは頼んだからね。エイドス変更履歴を取得。構造情報を取得。素材情報を取得。全情報統合。魔法式構築。
再生発動。すごい、亀裂がなくなっていく。世界が元に戻っていってるのか。やったんだな達也。意識はある。だが、さすがに疲れた。無理もありません。上条さんが戻ってくるまで、ゆっくりお休みください。ああ、どの道、しばらくは、体も満足に動かせんしな。トーマ、俺は俺の役目を果たした。次はお前の番だ、トーマ。この悪夢、いや、この幻想にとどめを刺せ。みんな、敵がたくさん来てるんだよ。冗談じゃないわ。達也さんが作ってくれた可能性を無駄にするわけにはいかない。道をこじ開ける。私の全力でいっけー。やるじゃない、ミコト。あなた本当に中学生なの？私も負けてらんないわ。ムスペルスヘイム、すごいな、二人とも。お褒めの言葉どうも。さあ、終わらせに行くわよ。この間にもみんなが戦ってるんだから。ここが最深部。夢の発生装置ってのはどれだ？トーマ、あれ、あの航路が怪しいんだよ。これだな。こいつに触れればこの夢は終わるんだ。この幻想をぶち壊す。順が止まった。世界が光に変わっていく。トーマ、やったみたいだな。え？最後の挨拶くらいはしたかったが。おーい、トーマ。別れの機会を作ってくれるとはな。この夢も気が利くところがあるもんだな。ほんと大変だったわね、お互い。楽しい夢のはずが、とんでもない大冒険になっちゃったんだよ。とにかく最後に挨拶できて嬉しいぜ。俺も同じことを考えていた。案外俺とお前は似ているところがあるのかもしれないな。上条さんとお兄様がですか？いやいやいや、それはないって。達也さんだってこいつ達也さんみたいに紳士的じゃないし。余計なお世話だ。たくん、ああ、いたいた。おーい、みんな。リーナ、達也さんたち、うまくいったんですね。ということは、この夢の世界も、もうすぐで終わり。仲良くなれたと思ったのに、もうみんなとお別れになっちゃうなんて、寂しいね。学園都市の話、もっと聞いてみたかったし、あちこち見て回りたかったな。私ももっと皆さんとご一緒したかったのですが、とても残念で仕方ありません。私たちもとても残念です。事件がなければこの世界で一緒に遊ぶこともできたと思うんですけどね。怖いこともあったけど私は楽しかったな。こんな夢ならまた見てもいいかなってね。私は勘弁してほしいわ。こんなドタバタな夢なんて心臓に悪すぎるわよ。同感ですの。
次に皆さんと出会えるならもっと落ち着いて見られる夢がいいですわね。さえぐさのお姉ちゃんとお別れするなんてやだって、どうしようもないと分かってはいながら、みさかはみさかは抱きついてわがままを言ってみたり。私もラストオーダーちゃんと別れることになるなんてとても寂しいわ。もっとおしゃべりしたかったんだけどね。この人を一緒に探してくれてありがとう。三枝のお姉ちゃんのこと忘れないよって三坂は三坂は私もあなたに会えてとても楽しかったわ。夢で出会ったあなたのことを忘れない。それとアクセラレーター？んで、俺に言うことなんて何もねえはずだろ。これからはもっと女の子には優しくしなきゃダメよ。はあ、何言い出すかと思ったらやっぱり余計な世話じゃねえか。どうせ今回のことは夢だ。適当に覚えておいてやるよ。ミコトさん、インデックスさん、今回の一件お兄様に協力してくれてありがとう。本当に助かったわ。こちらこそなんだよ。達也がいなかったらトーマもどうしたらいいかわからなかったかも。今回は本当達也さんにはお世話になったわ。学園としてもあんな実力を持つ人なかなかいないわよ。みゆきさんが心から信頼してるのもよくわかるわね。さすが兄弟ってことなのかな。二人はすごく通じ合っていた感じがしたかも。もうインデックスさんってば、私とお兄様の思いが通じ合っているだなんて。え？言ったこととちょっと違う気がするんだよ。でも事故ではあったけど、私もお兄様もあなたたちに出会えて本当に良かったと思う。ありがとう。この出会いは忘れないわ。私も忘れないわ。あなたたち兄弟のこと。なあ達也、俺たちが探索してた研究所にあったもの、あれって一体何なのか知ってるのか？俺は直接見ていないから詳しくは知らないが、おそらくはレリックの一種だと思われる。大型 CAD による子供たちの魔法にレリックが呼応し、この混在した世界を実現したのかもしれんな。達也さん、ごめん、一つお願いがあるんだけど。ん？子供たちから聞いたの。あの子たち、現実の達也さんたちの世界でも人体実験のモルモットにされているらしくて、ずっと助けを待ってたみたいで、今も達也さんたちの世界で助けを待ち続けてるの。あの子たちを助けてあげて、達也さん。あの子たち、お姉ちゃんたちの助けを待ってるねって言ってたから。私たちの世界からじゃ悔しいけど何にもできないから、だからお願いします。俺からもよろしく頼む。わかった、必ず助けてみせる。お兄様、私たち足先から消え始めています。別れの時間ももう終わりか。じゃあな達也。達者でな、トーマ。勝負ですか？声は聞こえますか？はい、起きてます。よかった、予期しないエラーが発生しまして無事に意識が戻られたようですね。とりあえず無事に戻ってこれたみたいだな。ウイハル、サテンさん、いい加減夢心地から覚めなさい。ここはもうれっきとした現実ですのよ。だってあんなにすごい体験をしたはずなのに、夢を見てたようなって感覚しか残ってないんですよ。私たちは
夢の世界で三枝さんたちに出会ったはずなのに、まるでそれが嘘だったかのようで。そうね、二人が残念に思う気持ちはわかるわ。正直なことを言うと、私も同じような感覚があるけど、私はむしろ達也さんやみゆきさんたちと出会えて貴重な経験ができたことを喜びたい気持ちが大きいかな。お姉様の言う通り、私は三井さん北山さんらにお姉様のアピールができましたので大満足ですのよ。あんたってば、私たちが大変な思いをしている間にそんなことを。でもそうですね、夢の中ではありましたけど、私たちが皆さんと出会えた事実は変わらないですよね。みんなすごい人ばっかりで楽しかったな。私もあの人たちみたいなすごい能力者になりたーい。私たちの知らない世界はとってもいい刺激になったわ。もっともっと強くならなきゃね。おい、さっきからずっと黙ってるけ、いつまでそうしてるつもりで。大方あの女のことで落ち込んでるんだろうが、俺たちはただ夢を見ていただけだ。いい加減切り替えろ。切り替えられるわけないよ。だって出会った三枝のお姉ちゃんたちは本物だったんだもん。ただもう会えないってことも分かってる、分かってるけど。で、みそかは、みそかは、はあ、現実世界にいる人間ならもう二度と会えないって決まったわけじゃねえだろ。そうだけど。で、みそかはみそかは三枝のお姉ちゃんのことを忘れたくないって思ったり。なら忘れねえよ。他のシスターズに記憶を共有でもしとけ。そうすりゃ忘れねえだろ。なんだろう、今のあなたはいつもより少し優しいような。で、ミサカはミサカは嬉しくなってみたり。せやね、気のせいだろ。あの女のことを引っ張りすぎて勘違いでもしてんじゃねえか。あ、もしかして。ねえねえ、急に立ち止まりやがって。なんでもない、早く帰ってみんなに教えてあげなきゃね。で、ミサカはミサカはあなたの横に並んでみる。次にドリームチャネリングについてのニュースです。先日、学園都市各所にてこの装置を用いた大規模な体験会が開催されましたが、異常な現象により使用者が長時間の昏睡状態となったことを受け、授業中止となることが発表されました。ということは、あの装置ではもう遊べないの？まあ、あんなことがあったもんな。あの出来事は事故みたいなもんだし、正直あの装置を作った人には気の毒だな。本当だよ、カナミになれると思ってたのに、あんなことが起こるなんて大波乱だったんだよ。でも大変だったけど、達也とみゆきたちに会って話せたことはとても楽しかったね。だな。それに俺から見たら、インデックスやミサカが全く違う人物になりきってたのはかなり新鮮だったな。お兄様、そろそろ朝ごはんの時間なんだよ。トーストとハムエッグが食べたいんだよ、お兄様。誰がお兄様だ。とりあえずトーストにハムエッグね。作るからちょっと待ってな。作ってくれるとはさすがです、お兄様。お兄様っていえば、あの完璧上品な妹になりきれるわけじゃないからな。わかってるってば。でも次に同じような機会があるなら、今度こそはカナミになりたいかも。そのためにもまた遊びに行こうね、トーマ。厄介事は勘弁してほしいけどな。次こそは楽しいことが起こることを期待しようぜ。
痛いよ、苦しいよ。バイタル指数が許容範囲外、これくらいなら問題あるまい。起動式、出力を続けろ。なんだ、何が起きてる。誰か助けて。ねえ、ねえ、アクセラレート。どうしたのって、みさかあみさかはぼんやりしたあなたを心配してみる。うん、本当にどうしちゃったの、大丈夫って、みさかあみさかはあなたの反応に首をかしげてみたり。どういうことだこれは。昨夜は自宅のベッドで就寝したはずだが、ここは病室だよな。それにこの服装は、まさか寝ている間に搬送された、もしくは精神干渉系魔法を受けた。いや、それはありえない。状況がつかめん。みゆきは無事なのか。ベッドで睡眠状態にあるようだが、妙だ、みゆきとの距離が近すぎる。これはお互いに自分の部屋にいる時の距離。プシオンのみで構成されている。精神に対しここまでリアルな知覚情報を送り込めるものなのか。このベッドも病室もプシオン情報体でできている。空中にはサイオンも漂っているとはいえ、大部分が精神によって作り出された世界。つまりここは夢の中ということか。まだ疑問はある。この少女だ、電波や磁場に似た未知の非物理的実体が力場のように作用しているように見える。もうダメ、我慢できない、行こうって、みさかあみさかはあなたの手を強く引っ張り病室から連れ出してみたり。な、おい、今日はパスタもいいな、何食べようかなって、みさかあみさかは空腹のあまりファミレスに着く前からメニューを選んでみる。やはり子供は苦手だ。わからんな、どうすればこのくらいの子供とスムーズに会話できるのか。にしても夢の世界に未知の力場が存在するとはなかなか興味深い。魔法師が無意識に展開しているエイドススキンに近いものかもしれないな。全くおかしな夢だ。外の風景まで奇妙なことになっている。こちら側はよく知る街並みだが、反対側の街並みにはまるで覚えがない。知らない街と合体しているようだ。な、ここにも未知の力場だが、これはプシオン情報体と未知の力場が他の場所に比べて特に強く絡み合っている。おお、や、奇遇ですね。と、ミサカはたまたま出会った知り合いに挨拶をします。また上位個体のわがままに付き合ってあげているのですか、子守も大変ですね、とミサカは少々同情します。うん、って、ミサカはミサカは別のミサカの子供扱いに、ほっぺたを膨らませてみたり。そしてあの力場についても、先ほどこちらの少女も目で確認してみたが、力場をまとっていた。どうやらあの力場は人物を中心に発生するものらしい。俺の周りには発生してはいないが。先ほどから何か考え事をしているようですが、どうしたのですか、とミサカは冷めていく料理を気にしながら問いかけます。いや、同じミサカということは姉妹。厳密に言うと
姉妹という定義は正しくありません。ミサカもそこにいる上位個体もお姉様の体細胞クローンとして生まれた遺伝子上は同一人物。ただ一般的には姉妹でも問題ありません。ミサカにとってミサカミコトはお姉様であり、ラストオーダーは妹のようなものですと、ミサカは複雑な関係性を簡単に説明します。しかし、なぜ今更そんなことを聞くのでしょうかと、ミサカは疑問を呈します。すまない、どうやらまだ寝ぼけているようだ。名前は何と呼べばよかったかな。ミサカのことはミサカ1032号と。はいはい、あなたはミサカのことラストオーダー略してラースちゃんと呼んでたよって、ミサカをミサカは調子に乗ってみたり。そうか、ラスちゃん。はい。体調でも悪いのですかと、ミサカは普段と全く違うアクセラレータの様子を心配します。今日のこの人なんかちょっと変なんだよねって、ミサカはミサカは首をかしげてみたり。二人が勘違いしている人物になりきる必要はない気がしてきたな。みゆき、三枝先輩、なぜ？お兄様もここにいるのではないかと探しておりました。でもまさか本当にこうしてお会いできるなんて。やっぱり達也くんもこんなおかしな夢に迷い込んでいたのね。会えて安心したわ。二人はこれが夢だと認識できているんだな。ええ、上条さんたちに出会えたおかげで。上条？アクセラレータが美女二人に言い寄られている。意外なハーレム展開にミサカは驚きを禁じ得ません。お姉ちゃんたち離れてって、ミサカはミサカは頬を膨らませながら引き剥がそうとしてみたり。三枝先輩、この子たち。ええ、私たちと同じ状態なのかも。上条くん。そういうことか。今元に戻してやる。はっ？って、ミサカはミサカはあの人が突然別の人に変身しちゃって大混乱してみたり。アクセラレータの顔が一瞬で別人に。あなたは一体どなたです？どうしてアクセラレータのコスプレを。ミサカは説明を求めます。今まで勘違いしていた二人が正気に。次はあんたか。まさかこいつが精神干渉系魔法を。待って、この人さっきみゆきさんや三枝さんと普通に会話してた。正気なんじゃないの？私はこの爆盛り日替わりランチが食べたいんだよ。わっ、ちょっとインデックスさん、今大事な話をだな。この世界の法則を壊すような真似をする者が俺に夢を見せている張本人なわけはないか。まあイレギュラーなこともあるか、夢の世界だし。俺は上条トーマ、あんたは？芝達也だ。みゆきさんのお兄さんなんだよな。俺のことはトーマでいい。こっちはミサカミコト、こっちの一応シスターはインデックスだ。どうも。一応は余計なんだよ。ミコトさん、お兄様に能力を見せてもらえないかしら。え？お兄様、ミコトさんを目で見ていただけませんか？わかった。これは放出系魔法による放電現象ではない。サイオンの動きも感知できなかった。
それにあの力場、能力発動の瞬間、謎の力場が活性化した。力場って AIM 拡散力場のこと？名称があるのか。夢の中にしてはここまで綿密に設定が練られているとは驚きだ。今の能力は世間的に言えば超能力ってところかしら。お兄様、この夢の世界、未知の力場といい、先ほどの超能力といい、夢の中にしては設定ができすぎている。それにみゆきたちがこの世界に違和感を覚えているのも引っかかる。まるで共通の夢を見ているようだ。もう少しトーマたちと話をした方が良さそうだな。あの、皆さん知り合いってことは、達也さんもみゆきさんたちと同様にドリームチャネリングの体験者じゃないってことよね。ちょっと理解できないんだけど、この夢の中にいる人って全員体験者だと思ってたんだけど。そのドリームチャネリングについて説明してもらえるか。ドリームチャネリングは新規開発されたアトラクション装置で、カプセル型の大きい機械に入って眠ると参加者の夢が抽出されて、抽出された夢をもとにゲームのような物語を備えた一つの世界を構築する。プレイヤーはその世界を舞台に物語を楽しむことができるの。そしてそこで用意された物語をクリアできればみんなで一緒に目が覚めるって仕組みで。学園都市の各地でこのゲームの体験会やってて、俺はインデックスがせがんでくるもんだから参加したんだ。マジカルパワードカナミになれるかなって期待してたけど違ったんだよ。私は別の会場から友達と参加してて、多分この世界のどこかにいるはずなんだけど。皆さんの姿を見かけなかったので、おそらくミサカは別会場からです。多分こっちも別会場で、ミサカはミサカは同じく報告してみる。私たちが夢の世界だと気づいたのは、ここに来る前に上条さんたちの話を聞いていたからなんです。寝る直前の記憶もあったしね、おかしいなって。でも私たちはそんな装置の話とか学園都市とか何のことやらって感じで。お兄様、この夢の世界は一体何なのでしょうか。みゆきも三枝先輩もうすうす感づいているとは思うが、俺たちは夢を共有しているのかもしれない。やはりですか。こうして普通に会話できているしね。覚醒後直接会って話をしないと確信はできないが、もしトーマたちの言うアトラクション装置が関係あるとするなら、そう考えるのが妥当だろう。ここからはもっと荒唐無稽な推論だが、この夢の世界は俺たちの世界とトーマたちの世界が結びついたものなのではないだろうか。どういうこと？見知った街並みと見知らぬ街並みが混ざり合った世界は、そのまま2つの世界の融合を示している。そして夢にしては確立されすぎている世界観設定、未知の力場や超能力といった出来すぎている設定は夢の範疇を超えている。俺たちには理解しえない常識が、トーマたちには共通認識として存在するのは、2つの世界が融合したと考えれば簡単に説明がつく。まあすごくリアルな割にファンタジーな設定の夢を見てしまっている可能性も捨てきれませんが、その方がありがたいわ。だって見知らぬ世界と融合するっていう夢をみんな一緒に見ているなんて、精神干渉系魔法でもかけられているみたいだし。不安がっている三枝先輩に明かせないのは心苦しいが、俺にはそういった類の魔法に抵抗力がある。
精神干渉系魔法ではないと断言していい。ただこの不可解な夢についてもう少し調べたい。ここは三枝先輩の推測に乗っておこう。そうですね、これが何者かによる精神干渉系の魔法で、みゆきも俺もそして三枝先輩をも攻撃しているものだったとしたら、調べる必要がありそうです。私もお兄様に同意です。融合した2つの世界、ひょっとしてそれがこの世界の設定ってことなのかしら。え？設定？これはきっとドリームチャネリングのイントロダクションなのよ。彼らの話がミサカたちと随分異なるのは、彼らがこのゲームの登場人物だからですね。とミサカはお姉様に同意を求めます。ねえ、私たちが達也さんたちに出会ったのは世界観説明を受けるためなんじゃないかしら。だとしたらこの物語結構しっかりしてるわね。すごい作り込みです。彼らがノンプレイヤーキャラクターなら、彼らと共に何かを解決に導くことがストーリーの流れなのでは。その可能性はあるわね。魔法使いとか出てくる世界みたいだし、この後どんな展開になるのかしら。そうなのかな。本当に精神干渉系魔法なら、ミコトさんたちも危ないかもしれないのに。いや、みんなこの夢から脱出できるとすれば条件があるはずだ。この世界のどこかにある怪しい場所を見つけ出そう。なるほど、こうやって得られるヒントをもとに物語を進めていけばいいのね。一体どういうことなの達也くん、ミコトさんたちの誤解に乗っかるなんて。彼女たちもこの世界について調べる気なんですから、目的は同じです。これで人手が増えます。嘘も方便ですよ。ほんと君って作詞というか腹黒いというか、まあ変に深刻な気持ちにさせてしまうよりかはいいのかもね。あら、どうしたの？あのね、一緒にゲームしに来た人がいるんだけど、その人は今どこにいるんだろうって。それであの人を探しに行きたいなって。ミサカはミサカはみんなと別行動を考えてみたり。でも一人でこの広い世界を動き回るのは。分かっているけど、でもってミサカはミサカは。みんなちょっといいかしら。探索はチーム分けして行わない？その方が効率的にこの世界について調べられるし、尋ね人も見つけられるでしょ。三枝のお姉ちゃんなら、こっちからも誰かついていった方が良さそうね。学園都市のことを知ってる人が他にいた方が安心だと思うわ。構わない？達也さん。むしろこれからまさにチーム分けしようと提案を始めるところだったから問題ない。みんなありがとう。で、ミサカはミサカは感謝してみる。さて、この世界についてですが、とここに来る前にすでに周辺を散策していたミサカから皆さんに注意喚起です。学園都市と達也さんたちの世界が入り混じったこの世界には、ぐにゃっとした歪んだポイントがいくつか存在しています。試しに空き缶を投げたらパーンと弾け飛んでしまいました。なので近づかない方がいいでしょう。とミサカは実験の時に尻餅をついてしまったことを隠しつつ報告します。その言い方、危険なんだかそうでもないのかわからないわね。とにかく近づくべきではないとミサカは判断します。この世界に来ている全ミサカを動員し、安全なルートを調べ上げて各チームに報告します。了解した。
ますが、なんだか悪いですね。この広い世界の探索をお任せしてしまうなんて。であれば報酬としてゲコタストラップを所望します、とミサカは控えめにおねだりをします。ゲコタ？カエルのキャラクターよ。このゲームとコラボしてて、敵を倒した報酬でドロップするらしいの。っていうか、私だって集めたいんだけど。ではそのストラップを見つけたら、ミサカ1032号に渡すよ。だが、どのような手段で連絡を？ミサカネットワークを経由します。クローン人間特有の同一振幅脳波を利用し、脳波を電気信号として発信することで、シスターズと意識や思考を共有できる電磁的情報網です。チャットから巨大な並列コンピュータ演算までお任せあれ、とミサカは得意げに説明します。クローン、そういえばそんな話をしていたな。ミサカ1032号とミコト、双子以上に似ていると思っていたが、他にもいるのか？深いシステムですね。ミコトさんにもテレパシーが届くのですか？いや、私はそこまでびっくり人間じゃないから。お姉様方へは電話で連絡をします。この世界、電話が使えたのですか？なぜ思い至らなかったのかしら。お兄様を探し出す前に気づいていれば。盲点だったわね。では皆さん、行ってらっしゃい。ミサカはここに残りますので、何かあったら直接ここに来るか連絡をお願いします。どうも。いや、俺の考えすぎかもな。お兄様がここにいるということは、この夢は精神干渉系魔法ではないという証明ですが、二つの世界が融合しただなんて。魔法によるものだとすると規模が大きすぎる。だが現状だとそれくらいしか原因が思いつかないが、そもそもトーマたちの世界も平行世界のように別軸で存在していたのかすら証明できない。魔法により作り出されたもう一つの世界なのかもしれない。何にせよ、夢とはいえもう一つの世界と融合させるなんて、そんな規格外の魔法存在するのか。それにもしそんな魔法を発動させた者がいたとして、どうして融合させた、何が目的なんだ。他にも気になることがある。トーマたちはドリームチャネリングのクリアで目が覚めると言っていた。それが俺たちにも作用しているなら、条件をクリアするまでこの眠りからは目覚められないのかもしれない。条件ですか？現実のロールプレイングビデオゲームなら囚われた人物を救出するのが王道ですが、体験者から集めた夢を物語化すると言っていたし、そう単純なものではないだろう。とにかく情報を集めて条件を推測する必要がある。みゆき、もし王道のストーリーなら、もちろん勇者はお兄様、そして囚われた役は、はて、さすがにおこがましすぎだわ。みゆき、何を一人でブツブツと。いえ、何でもありません。二人兄弟なのよね。にしてはなんか親密すぎない？そんなことないわ、兄弟として適切な距離よ。ゲームに参加した誰かの夢っていうか、妄想が反映されたのかしら。禁断の関係みたいな。ねえ、この辺は大体調べたし移動しない？ついでにちょっと休憩を挟みたいんだけど。古いタイプの自販機だな。マネーカードでの決済をどこからすればいいのかしら。お金なら大丈夫よ。
はい、どれでも好きなやつ選んで。味方さん、素直に受け取りにくいのだな。なんだ。器物損壊を確認。器物損壊を確認。器物損壊の犯人を拘束します。あ、やっぱ面倒だな。これが魔法？杖とかじゃなくて銃やタブレット端末を操作して発動するのね。面白いわ。そういう捉え方になるんだろう。お待ちなさい。ジャッジメントですの。こんな街中で能力を行使するとは言語道断。たっぷり事情を聞かせていただきますの。であら、職法岬ではありませんの。男連れで喧嘩だなんて。まあ岬が岬じゃない。あれが別人になりきっている状態か。職法というのはみゆきがなりきっていた人物のことか。ええ、そうみたいです。おということはあなたの能力ではありませんわ。その端末で誰かと連絡を取り。ほのか、あえてほっとしたわ。あの黒子ってこと話が噛み合わなくて大変だったのよ。黒子はお前だ。心配したよ。いつの間にかはぐれちゃってたから。心配してるのにすごい真顔。こういう困った事態が起こると彼がいてくれたらって考えちゃうのよね。ま、達也くんもここまで突拍子もないと取り扱いに困りそうだけど。でも困った達也くんの表情は面白そうよね。なんか小悪魔系になってる。知らない人が知り合いの振る舞いしてたのも怖かったけど、知り合いが知らない人の振る舞いなのも恐怖ね。ねえ、この感じ達也さんたちの知り合い？なるほど。俺がラストオーダーたちに別人として認識されていたように、ミコトはほのかだと認識されているわけか。じゃああれはリーナ、雫、三枝先輩。それよりお姉様はいずこに？待っていてください。お姉様、この黒子がすぐに見つけて差し上げますわ。こっちは完全に黒子ね。なんだろう、友人のプライベートを覗いているみたいで、なんか複雑な気分。ジャッジメントって空気印って書くんだって。うちも対魔法対策で CAD を所持するけど、一般校の空気印が武装するなんて。生徒会長として外部の学校とも交流することがあったけれど、そんな話は聞いたことがないわ。そんな世間話より、ねえほのか、隣の男誰なのよ。お姉さま、お姉さま。何このシュールな状況。お兄さま、私少々めまいが。そうだな。ああもう、あいつがいればささっと解決するのに。三枝先輩からか。達也くん、どうしました？実は怪しい場所が見つかったのよ。もしかしたらここに何かこの世界の手がかりがあるかも。なんだ、何かの研究所か。ここから出してよ。痛いのは嫌。誰か助けて。この声どういうことだ。俺は聞き覚えがある。いかがなさったのですか、お兄様。お兄様、
大丈夫ですか、お兄様。ああ、痛みが走ったのも一瞬だけだったしな。それにしてもまさか同じタイミングでトーマも頭痛とはな。あの建物をじっと見てたら急にズキーンと。俺ももう収まったけど。もうこっちは驚いたんだから、すぐにこうして休めるところがあってよかったんだよ。トーマ、そんな中でみんなを正気に戻してくれて助かったよ。早速で悪いが、その怪しい施設について聞いてもいいか。一般の施設にしては警備が尋常じゃない建物があってな。多分何かの研究施設だと思うんだが。達也君、その施設から非常に強い作用を感じたわ。なるほど。厳重に警備されているってことは、守りたい何かがあるってこと。ラスボスの前には難敵がいるものよね。もしかしてそこを攻略すればこの夢クリアできるんじゃない？ああ。どうしたの、トーマ。やっぱりまだ頭痛い？いや、ただこれって本当にただのゲームなのかって思ってさ。確かに俺たちはドリームチャネリングに入ったけど、なんか変じゃねえか。なんで NPC、 ゲームの中の登場人物も同じように別の誰かになりきっているんだ。しかもそれが俺の右手で正気に戻るなんて、それって元の自分がちゃんと存在するってことじゃねえのか。つまり達也さんが言ってたことは、ゲームの設定とかじゃなくて、装置が見せてるのとは別にリアルに何か問題が起こってるって言いたいの？あの研究所を見つけた時、頭痛がしたと同時に変な光景が見えたんだ。知らない子供たちが助けを呼んでいた。あの声は作り物なんかじゃない。根拠はねえけどそう思うんだ。そん時気づいたんだけど、その声聞くの2回目なんだよ。一度目はゲームを始めてからこの世界で目覚める前、それで確信した。俺はあの子たちを助けなきゃならねえって。え、ちょっと待って、夢の中だけど子供たちがひどい目に遭わされてるのは夢じゃないってこと？いや、そもそもこの夢は子供たちが見せている夢なんだ。それはどういうことですか？推察するに、この夢は子供たちの SOS、 俺たちへのメッセージ。トーマ、実は俺もその声を聞いた。マジか？ああ、お前と同様に2回目を見るまで1回目の助けはなぜかきれいさっぱり忘れていたんだがな。ドリームチャネリングの難易度調整なのか何なのか、あのビジョンの中の機械、あれはおそらく大型 CAD、 俺たちの世界の技術によるものだ。そしてその中の子供たちは調整体魔法師だろう。ではこの夢はその人体実験による副産物とも言えるだろう。子供たちの苦しみが CAD を介し、何らかの要因でトーマたちの世界にあるドリームチャネリングと結びつき、強力な魔法となった。俺たちはその特殊な魔法に巻き込まれてしまったんだ。そんな。だが希望はある。この夢が子供たちの SOS によって作られた世界なら、子供たちを救うことが夢世界からの脱出条件である可能性は高い。ドリームチャネリングと結びついているのなら、彼らを助ければ俺たちは目覚められる。みゆきの言う通り、誰かを救出しなければならないシナリオだったわけだ。よくわからねえが、俺は助けを求めて伸ばされてる手を無視できねえ。あの子たちを助けるつもりだ。急にそんなこと言われても正直信じがたいけど、でも私もついていくわ。もしその話が本当なら、苦しんでいる子のことをこのまま放っておけるはずなんてない。みさか。
なんだ、地震か。結構でかい。これはまさか。揺れ収まったみたいね。あれから断続的に続いてるけど、でもたまたま常盤台が近くにあってよかったわ。学び屋の園は男子禁制ですが、緊急時ですし構わないでしょう。そもそも無意識に他人を演じさせていたようなこの世界で常識を守る必要性があるかも怪しいですが。すごかったよね、あれ。空も街も亀裂が入って、まるでハリボテの世界が崩れたみたいになってましたよね。ねえ、達也さん、あれもゲーム内のイベントなんでしょうか。いや、おそらくこの夢世界は崩壊しかけているんだ。どういうことだ、それ。みんなここに来る途中見た通りだ。あれは世界が崩れている。そもそも超大規模の魔法で融合させた世界なんて安定させる方が難しい。俺たちが条件を達成するより先に世界崩壊、ゲームオーバーになる可能性も。ゲームオーバーって、そしたら私たちどうなっちゃうんですか。わからないとしか。こんなとこでじっとしたいられねえ。あの子たちを助けに行く。それでこのゲームは終わりなんだろ。その通りだ。達也、お前も行く気のようだな、トーマ。当たり前だろ。ちょっと、誰だけで行く気？排除、排除、排除。そう簡単にクリアできると思うなよ、挑戦者たち。急にロボットが。あの発言、まるでゲームのエネミー。俺とトーマの邪魔でもしに来たのか。マジかよ、急がなきゃいけねえ時に。ここは任せて、行ってくださいまし。達也も行って、子供たちの方は任せた。こいつらは私たちが何とかするわ。夢の中で思い込んでいるだけだとしても、ここには私たちの他に第一高校の生徒たちもいる。元生徒会長として生徒は守るわ。すまないが、一緒にインデックスも守ってもらえないか。ええ、任せて。すまない、感謝する。私も行くわ。無人機械による警備が多いなら私がいた方が絶対攻略が楽でしょ。いや、けど達也さんも一緒だとしても無謀すぎなのよ。私に手伝わせるくらいのことさせなさいよ。お兄様、私も。いや、みゆきはここに残れ。もしお前を巻き込むようなことがあったら、俺はガーディアン失格だ。すまない、お前の気持ちは分かっているつもりだ。だがお前にはここに残って、ほのかやしずく、みずき、他のみんなを守ってほしい。お兄様、わかりました。お兄様の信頼を裏切りたくはありません。私はここで友人たちを守り抜きます。ありがとう、みゆき。研究所はこっちだ。待って、ラストオーダー。あんた、なんでついてきてんの。だってまだ出会えていないから。崩れてく世界であの人に会えないままなんて嫌だから、心配だから。お願い、絶対足手まといにはならないようにするから、ミサカを連れて行って。そっか、そうだよ。はぐれたまんまってのは辛いよな。ちょっと頑張ってついてきてごめんなさい。でもこうでもしないと
と連れて行ってもらえないと思ったから、で、水坂は水坂は訳を話してみる。お願い、水坂を一緒に連れて行って。だけど戻る時間はなさそうだ。連れて行くしかないだろう。達也さんまで、もう絶対私たちから離れるんじゃないわよ。いいわね。ありがとう、みんな。なあ達也、お前が一度取りに戻ったそのケース何が入ってんだ。すげえ長いけど楽器なわけないよな。銃とか。一男子高校生が銃を所持か。そうだな、万が一の時の保険だよ。目的地に尋ね人がいるとか運良すぎない？ラストオーダーや美坂1032号が俺のことを勘違いしていたのが彼か。確かにファッションは同じだが何か様子がおかしい。おい見ろ、あいつ亀裂に足を取られてやがる。え、でもそんなのベクトル操作使えば。芝、それに三井さん、どうして一高の君たちがここに。参ったな、こんな無様なところを見られてしまうとは。俺を達也と勘違いしてる。正気に戻る前の美坂やインデックスと同じだ。ってことはあいつも例に漏れず別の誰かになっちゃってるってこと。一高のということは他校の生徒、もしや一条正樹か。そうだが、芝、彼は一体。ねえ、どうしちゃったの？早くそこから出なきゃ。で、美坂は美坂は心配しながら手を引っ張ってみる。ごめん、君は？なあ、君たちは何ともないのか？俺だけだろうか？実は魔法が使えないんだ。目が覚めたらこの世界にいて、探索していたら奴らに襲われ、その拍子に足を取られてしまった。君、危ない、下がって。これがあんたの言ってた尋常じゃない警備ってわけね。ああ、そしてこいつらのせいでアクセラレータが。あいつを助けるにはまずこの警備を片付けないとな。行くぞ。よし、道は開けた。今だ、行け、トーマ。正気に戻りやがれ、アクセラレーター。忘れて悪夢のことで頭いっぱいなんだよ。でも本当に心配したんだからね。で、みそかはみそかは涙を拭きながら不安だった気持ちをぶつけてみる。こんなとこで時間食ってる暇ねえんだろ。ああ、急いでこの研究所内を調べなければならない。子供たちがいればすぐに助ける。じゃなきゃ世界丸ごと消滅、ジ・エンドってわけか。ずいぶん小さいシナリオなこと。仕方ねえ、一時的に協力してやる。ガキの大森についてきた先でくたばるなんて笑えねえから、ね、味方となると心強いことこの上ないな。今回限り勘違いすんね。またでかいのが来たわね。時間がないってことかも。施設内の探索は二手に分かれましょう。
人様のコーディネート丸パクリ野郎の割には使えんじゃねえか。まあそういう言い方は良くないよって、坂上坂は注意してみる。ああどうでもいいじゃねえか、そんな細けえこと。褒めてるように聞こえないよ。そもそも助けてもらったんだし、お礼も言わないとって坂上坂はアドバイスしてみたり。それにこんな暗くて怖い場所、明るい雰囲気で行きたいでしょって坂上坂は。くそ、うるせえな。微笑ましい兄弟だな。妹じゃねえ。あ、別の岬から連絡？危険な歪んだポイントについて捜索中に判明したみたいなんだけど、達也お兄ちゃんたちの世界の建物群と岬たちの世界の建物群の間、その周辺に歪みが多く発生しているみたいって坂上坂は報告してみたり。もしや AIM 拡散力場とやらとサイオンが強く絡み合っていたあの場所の影響か。あの近辺は見た通り世界がつながっているポイントなのかもしれない。ラストオーダー、三坂1032号に伝えてくれ。俺たちの世界と君たちの世界がつなぎ合わさっている場所を正確に調べてほしい。分かった。で、坂上坂はとりあえず別の三坂たちにそのまま伝えてみたり。先へ進むぞ。この部屋の光景、この CAD は子供だ。機械の中に閉じ込められてるって三坂上坂は驚いて報告してみたり。ここが目的地？んで、この機械ぶっ壊せばシナリオクリア。イージーすぎんだろ。いや、そうでもないみたいだぞ。侵入者排除せよ。侵入者排除せよ。ちっ、こいつらどっから湧いて出やがって。まるで待ち構えてたみてえに。そいつらも問題だが、あれを見てくれ。つうか、あのそれ、さっきの地震で崩れたのだろう。天井も、そしてこの夢世界も、もう残された時間はあとわずかのようだ。侵入者排除せよ。侵入者排除せよ。すげえ、お前はこの機械の中に閉じ込められてるガキどもをどうにかしろ。この図体のでけえやつらは俺がどうにかする。すまないが任せた。ズガキ、足手まといなんだよ。下がってる。でもあなた一人じゃ。うっせえ。おい待てが、パクリ野郎。保険の方を使わせてもらおう。瓦礫を落としてこの部屋と通路を分断させてもらった。これでしばしの間邪魔は入らない。この隙に解析か？いや、そんな時間はなさそうだ。別の方法を試す。別？おい、それライフルか。君たちにはどう言えば伝わるか。そうだな、地平線の向こうも狙えて超高速で攻撃を放てる魔法の杖ってところか。この世界は俺たちの世界とトーマたちの世界、二つの世界がパッチワークのように縫い合わされた世界だ。縫い目の糸をほどいてやれば元通り二つの世界に分かれるかもしれない。世界を分解する。こいつは衛星情報とリンクし映像を受信することで長距離の攻撃を可能としている。しかしこの世界にはリンク可能な衛星がない。映像情報は
ミサカネットワークで代用させてもらう。先ほどから調べてもらっていた2つの世界をつなぎ合わせたポイント、世界の縫い目の映像情報をこいつに送ってほしい。こいつで縫い目を破壊して2つの世界のつながりを分断する。その作戦っつうのは正規の攻略ルートから外れた裏技じゃねえのか。無事脱出できるんだろうね。はっきり言って確実性があるとは言えない。しかし現状俺ができる最善の策だ。頼む、この作戦に付き合ってほしい。俺はミユキを守るためにあがきたい。瓦礫の向こう側で無人機械どもが暴れてやがんね。どうあっても俺らを邪魔するつもりらしい。3分だ。それでこの世界を何とかしやがれ。任せてくれ、60秒あれば十分だ。達也お兄ちゃん、その銃貸して。これでムサカたちとつながったよ。ラストオーダー、感謝する。話は聞いてたよね。達也お兄ちゃんに情報を送ってで、ミサカはミサカはみんなに呼びかけてみたり。ミサカ1039号、了解しました。ミサカ13577号、了解しました。ミサカ19090号、了解しました。排除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 。待ってたぜポンコツども。でもこっから先は通さねえがな。映像情報に問題はない。これで子供たちを助けられるかは賭けだが、行くぞ。俺はこの世界の崩落からお前を救いたい。達也お兄ちゃん、やったのか。ならばミユキ、早くお前のもとへ。ございます、お兄様。はい、モーニングコーヒーです。おはようみゆき。ありがとうみゆき。今日の夢、夢といえば今日は夢にお兄様が出ていらっしゃったんですよ。覚えているのか。いいえ、ほとんど忘れてしまいました。変わった夢だったという感覚は残っているのですが、なぜか夢の中の登場人物と人格が入れ替わったりして。ですがなぜ夢の話を。トーマやミコトのことは覚えていないか。いや、忘れてくれ。遅れないよう早く準備して投稿するとしよう。はい、夢の共有は起こっていた。それは間違いないようだ。どうやら無事に戻ってこれたようで一安心だな。覚えていないとしても無事解決できたのならそれでいい。しかしトーマたちも自分たちの世界に戻れているといいが。おやすみなさい。ああ、おやすみ、みゆき。
俺ももう眠るとするよ。痛いよ、苦しいよ。バイタル指数が許容範囲外、これくらいなら問題やるまい。起動式、出力を続けろ。なんだ、何が起きてる。誰か助けて。なんだ今のは。まさかこの光景、昨晩と同じ夢。ねえた、たの、ねえ、ば、アクセラレート。どうしたのって、みさかみさかはぼんやりしたあなたを心配してみる。本当にどうしちゃったの、大丈夫って。みさかみさかはあなたの反応に首をかしげてみたり。そんなバカな。この見覚えのある病室、そしてラストオーダー、昨夜の夢と全く同じ言動。まさかあの夢世界はリスタートしてしまったというのか。今日はパスタもいいな。何食べようかなって、美坂は空腹のあまりファミレスに着く前からメニューを選んでみる。やはりラストオーダーの言動は昨日と同じ。昨日の出来事は全て無に帰したということか。だが昨日を繰り返しているように見えて違っている点もある。まっちゃんが昨日の記憶と一致しない。昨日あった建物がなかったり、逆に昨日は存在しなかったはずの建物が増えている。そして今日は第一高校の制服を着ている。ラストオーダーは昨日と変わらず、俺をアクセラレーターと思い込んでいるようだが、昨日の夢をなぞっているようで同じではない。やはりこの夢の世界が不安定なものだからだろうか。だとするなら再び崩壊が起こってもおかしくはない。このあと昨日と同じ展開なら、みゆきも再びこの夢に来ているはず。みゆきを救うためにはもう一度このゲームの条件達成を目指さなければ。おお、や、奇遇ですねと、美坂はたまたま出会った知り合いに挨拶をします。また上位個体のわがままに付き合ってあげているのですか。子守も大変ですねと、美坂は少々同情します。もうって、美坂は美坂は別の美坂の子供扱いにほっぺたを膨らませてみたり。この子たちを救うためにも。いただきます。昨日試みた分解、あれではこの夢の世界に終止符を打つことができなかった。おそらくドリームチャネリングが条件を達成したとみなさなかったためだ。ゲームはリセットされて振り出しに戻ったのかもしれない。だとするなら昨日より迅速にクリアを目指す必要がある。先ほどから何か考え事をしているようですが、どうしたのですかと、美坂は冷めていく料理を気にしながら問いかけます。いや、何でもない。待てよ、これは昨日とは違う発言だ。しかしいいのか、この不安定な世界でイレギュラーを起こせば、回っているコマを指で触った時のように世界はバランスを崩すかもしれない。いや、同じ美坂ということは姉妹。厳密に言うと姉妹という定義は正しくありません。美坂もそこにいる上位個体もお姉様の体細胞クローンとして生まれた。遺伝子上は同一人物、ただ一般的には姉妹でも問題ありません。美坂にとって美坂美琴はお姉様であり、ラストオーダーは妹のようなものですと、美坂は複雑な関係性を簡単に説明します。
まどろっこしいのは承知の上だが、俺も同じ言動を心がけるべきだろう。しかし、なぜ今さらそんなことを聞くのでしょうか、と美坂は疑問を呈します。すまない、どうやらまだ寝ぼけているようだ。名前は何と呼べばよかったかな。美坂のことは美坂1032号と。はいはい、あなたは美坂のことラストオーダー略してラースちゃんと呼んでたよって、美坂を美坂は調子に乗ってみたり。ラストオーダー、アクセラレータの性格を知った今、素直に呼ぶのはおかしいことこの上ないが、昨日と同じ言動を心がけるならラスちゃん。あ、体調でも悪いのですかと、美坂は普段と全く違うアクセラレータの様子を心配します。今日のこの人なんかちょっと変なんだよねって、美坂は美坂は首をかしげてみたり。このやり取りは再現しなくてもペナルティはなかったかもしれない。そんな、まさかやっぱりお兄様。達也君。みゆき、三枝先輩、やはり来ていたか。二人とも。お兄様もここにいるのではないかと探しておりました。でもまさか本当にこうしてお会いできるなんて。やっぱり達也君もこんなおかしな夢に迷い込んでいたのね。会えて安心したわ。しかし二人も昨日と同じ言動を繰り返している。昨日の記憶はないというわけか。二人はこれが夢だと認識できているんだな。ええ、上翔さんたちに出会えたおかげで。アクセラレータが美女二人に言い寄られている。意外なハーレム展開に美坂は驚きを禁じ得ません。お姉ちゃんたち離れてって、美坂は美坂は頬を膨らませながら引き剥がそうとしてみたり。三枝先輩、この子たち。このやりとりは多少違いはあれど、昨日の夢を基本なぞっているようだな。今元に戻してやる。次はあんたか。待って、この人さっきみゆきさんや三枝さんと普通に会話してた。正気なんじゃないの？マジかよ。この世界で俺以外にも最初から正気のやつがいるなんて。トーマ、お前も記憶はないのか。落胆している暇はない。このまま同じ展開を繰り返していてもクリア条件への到達が早まることはない。すぐに世界崩壊の時が訪れる。ならリスクは覚悟しつつも条件クリアへのショートカットを探すしかない。私はこの爆盛り日替わりランチが食べたいんだよ。ちょっとインデックスさん、今大事な話をだな。お兄様、こちらの上翔さんに私も三枝先輩も助けられたのです。私たち別人になりきっていたのよ。彼女たちがあなたを別人だと勘違いしていたようにね。みゆきさん相当すごかったのよ。お兄様、ダメです、それ以上聞かないでください。チャンスを見極めろ。昨日と同じ流れを踏襲しつつ夢の世界を出るために、みんなの方針を囚われの子供たちを必ず救う方向へ持っていく。すごい作り込みです。彼らがノンプレイヤーキャラクターなら、彼らと共に何かを解決に導くことがストーリーの流れなのでは。その可能性はあるわね。魔法使いとか出てくる世界みたいだし、
この後どんな展開になるのかしら。そうなのか。ゲーム中の登場人物が自分の異能で正気に戻るのは違和感を覚える。この時から感じていたのか、トーマ。ならばみんな、この夢から脱出できるとすれば条件があるはずだ。この世界のどこかにある怪しい場所を見つけ出そう。例えば囚われた人物を救い出せば君たちも解放されるかもしれない。なるほど。こうやって得られるヒントをもとに物語を進めていけばいいのね。一体どういう考え？ミコトさんたちの誤解に乗っかるなんて。彼女たちもこの世界について調べる気なんですから、目的は同じです。これで人手が増えます。嘘も方便ですよ。実はこの世界で目覚める前に変なビジョンを見たんだ。子供たちが助けを求めてくる。お前が思い出してくれれば子供たちの捜索まで話を進められる。どうだ、トーマ。子供、助けを。ちょっと待て、何か大事なことを忘れているような気がする。でも何をだ。考えろ考えろ。俺一体何を忘れてる。また頭がズキズキして。いや待て、もしかして忘れさせられたんじゃないのか。俺には何も影響がなかった。いや、そう思い込んでるだけだとしたら、俺にも何らかの力が作用していたとしたら、なら、ここから出してよ。痛いのは嫌。誰か助けて。そうだ、思い出した。俺も見たぞ、そのビジョン。トーマ、そのビジョンについて話してくれるか。俺の見たものと一致しているか確認したい。小さな子供が大きな機械に入れられて、それが何台も並んでる部屋で、子供たちは多分人体実験みたいなものを受けてるんだ。誰か助けてって消え入りそうな声で訴えてた。あの声はゲームや作り物なんかの声じゃない。根拠はないけど、心から助けを求める本物の声だった。そういうストーリーってことよね。俺が見たビジョンと同じだ。推察するに、この夢は子供たちの SOS、 俺たちへのメッセージ。ビジョンの中の機械、あれはおそらく大型 CAD、 俺たちの世界の技術によるものだ。そしてその中の子供たちは超生体魔法師だろう。ではこの夢はその人体実験による副産物とも言えるだろう。子供たちの苦しみが CAD を介し、何らかの要因でトーマたちの世界にあるドリームチャネリングと結びつき、強力な魔法となった。俺たちはその特殊な魔法に巻き込まれてしまったんだ。そんな。だが希望はある。この夢が子供たちの SOS によって作られた世界なら、子供たちを救うことが夢世界からの脱出条件である可能性は高い。ドリームチャネリングで結びついているのなら、彼らを助ければ俺たちは目覚められる。トーマ、ずるいんだよ。失われた記憶とか助けを求める声とか主人公格のイベントかも。何にせよこれからの目的がはっきりしたわね。お次は探索ってとこかしら。よし、子供たちを助けに行くんだよ。とりあえず囚われの子供たちを探さなければならないという情報は早く開示できた。これで昨日よりは早く子供たちのところへ行けるか。トーマ、
いや、なんでもない。達也たちは本当に NPC なのか。この右手で正気に戻るなんて、それって元の自分がちゃんと存在するってことじゃねえのか。神干渉系魔法ではないという証明ですが、二つの世界が融合しただなんて。魔法によるものだとすると規模が大きすぎる。だが現状だとそれくらいしか原因が思いつかないな。達也たちは本当に NPC なのか。あれは驚いたな。確かにトーマは俺たちが NPC ではないと薄々感じていたようではあったが、あいつがそれを指摘してくることは前回なかった。ショートカットのためファミレスでの会話を変えた影響か、それともファミレスまでの道のりでは気がつかなかったが、歪みも増えている。だからといって今さら引き下がれはしないが、しかし、そもそもなぜこんな事故が起きているのだろうか。脱出条件は推測できるが、根本的原因が分からなければ解決しない可能性もある。ねえ、二人兄弟なのよね。にしてはなんか親密すぎない？そんなことないわ。兄弟として適切な距離よ。ゲームに参加した誰かの夢っていうか妄想が反映されたのかしら。禁断の関係みたいな。いろいろ言いたいことはあるが、巫女のおかげでどうにかなったな。それにしても今回は巫女たちの服装がこうなるとは。トーマやインデックスの服装も変わっていたし、おそらくこの後出会うあの子たちも。ジャッジメントですの。こんな街中で能力を行使するとは言語道断。おとなしくお縄につきなさい。であら、職法岬ではありませんの。男連れで喧嘩だなんて。まあ、瑞希が瑞希じゃない。ほのか、あえてほっとしたわ。あの黒子って子と話が噛み合わなくて大変だったのよ。心配したよ。いつの間にかはぐれちゃってたから。こういう困った事態が起こると彼がいてくれたらって考えちゃうのよね。ま、達也くんもここまで突拍子もないと取り扱いに困りそうだけど、でも困った達也くんの表情は面白そうよね。制服が入れ替わったところでこの創造しさは変わらないか。それよりお姉様はいずこに？待っていてください。お姉様、この黒子がすぐに見つけて差し上げますわ。ジャッジメントって風紀委員って書くんだって。うちも対魔法対策で CAD を所持するけど、一般校の風紀委員が武装するなんて。生徒会長として外部の学校とも交流することがあったけれど、そんな話は聞いたことがないわ。そんな世間話より、ねえほのか、隣の男誰なのよ。お姉様、お姉様。何このシュールな状況。お兄様、私少々めまいが。ああ、もう、あいつがいればささっと解決するのに。ん？ああ、あの子からか。どういうことだ。昨日の夢は確か三枝先輩からの電話連絡だったはず。これも俺が引き起こしたイレギュラーの影響なのか。
どうしたの？え？怪しい研究施設を見つけた？どういうわけだ。昨日は三枝先輩から来ていた報告が三坂1032号から。達也君、実は怪しい場所が見つかったのよ。もしかしたらここに何かこの世界の手がかりがあるかも。三枝先輩、もしやそこに三坂1032号も？どうして？いないけど。どういうことだ。なぜ三枝先輩からも連絡が？まさか子供たちが捕らえられている可能性がある研究所が増えたのか。元々の研究所が分裂した、あるいは昨日も研究所は2つだったのか。片方はブラフ、本丸はもう片方の研究所。何が起こっているんだ。お兄様、一体どうなさったのです。何？何？地震？昨日は地震はもっと後だった。まさか世界のバランスが崩れて昨日よりもタイムリミットが短くなった。昨日は地震はもっと後だった。まさか世界のバランスが崩れて昨日よりもタイムリミットが短くなった。ただの地震というわけではなさそうですわね。何やら不吉な予感がしますわ。どんなことが起きてもお兄様がいるからきっと大丈夫よ。そうですよね、お兄様。ああ、そうだな。みゆき、このままではまた世界の崩壊に巻き込んでしまう。お兄様。ねえ達也さん、みゆきさん、私やっぱ二人がゲームのキャラだなんて思えない。そういう驚いた表情とかさっきの焦り顔とかがさ、なんていうのかな、すごく血が通ってる感じで作り出されたキャラクターには思えないのよ。もしそれが本当だとしてもキャラクターを演じてる事情はわからないし、言いたくないなら無理に聞こうとはしないけどさ。でも一つだけ言っていい？悩んでる時は誰かに頼ってもいいんじゃない？仲間の力を借りたっていいはずだと私は思うよ。達也さん、大事な妹さんに迷惑かけたくなくて黙ってるんじゃない？お兄様。その気持ちわかる。私もそんなことあったから。友達を危ないことに巻き込みたくないって。でもみんなが教えてくれた。楽しいことも怖いことも共に分かち合うのが本当のお友達なんだって。何も教えてくれないまま大切な人が自分の知らないところで傷ついていくのをただ黙って見ているしかない側だってきっと辛いし、力になれない自分を責めてしまうことだってあると思うから。お兄様、私は知りたいです。お兄様が何に困っているか。みゆき、三枝先輩。聞いてたわ、達也君。アイネブリーゼに来てください。先輩やトーマたちに話したいことがあります。お兄様。Thank you.
達也は未来でも見てきたのか。どうしてそんなこと知り得たんだ。魔法でな。そんなこともできちゃうんだ。本当のところはどうなの。この世界はループしていると。お兄様は昨日も同じ夢を見たそうです。達也さんが言うなら本当なんだ。達也さんが言うことなら信じるよ。みんなで夢を共有してるとか、このままじゃみんな危ないとか、正気に戻っていきなりいろいろ説明されてよくわかんないけど、でも達也さんが私たちに話してくれたからには協力したいです。ええ、私もそう思うわ。お兄様が苦しんでいるのなら私はお兄様を支えたい。私は達也さんのことを信じるよ。信じたいっていう方が正確かもしれないけどね。お姉様が信じるのなら私も信じますわ。私もです。いいな、オンに切る。突拍子もねえ話だな。でもミサカは、ミサカも達也お兄ちゃんを信じてみたいって、ミサカはミサカは期待してみる。勝手にしろ。ここが伊坂1032号が発見した不審な研究所です。子供たちが囚われているのはここか、それとも三枝先輩たちの方か。二つの怪しい研究所を発見できたわけだが、子供たちはどちらかに囚われていると思われる。そこで二手に分かれて同時に両施設を調べる。昨夜の失敗は子供たちが眠る大型 CAD の解析が間に合わなかったこと、時間と人員が足りなかったからだ。子供たちは大型 CAD 機械の中に入れられている。そこでそれぞれのチームにハッカーと電撃担当を配置したい。電撃担当って、どうにもならなくなったら CAD を電撃でショートさせる役だ。リーナ、ミコト、頼む。なんかそんなのでいいの、ただぶっ壊す役って。わかりやすくて私はいいと思うけど。そしてハッキング役だが、一方は俺が担当する。トーマたちの方で機械に強い人物はいるか。はいはい、それならうちのウイハルが。その CAD なる機械の解析ができるかどうかは未知数ですが、今は時間も人でもない。どうか頼む。各担当を振り分け、残りの人員はバランスを見て決めよう。私は柴田さん、よかったらちょっと手貸してくれませんか。レベル0でもやれることはあるってね。現状できる準備は整えてきた。そして予備としてこれも。お兄様、それは使いたくはないが一応な。私はまたこの世界に帰ってくるのは嫌です。だってみんなこうしてお兄様に協力してくれているんですもの。みゆきはこの作戦を必ず成功させたいと思っております。ありがとう、みゆき。俺もだよ。こんなに大勢でお出迎えなんて、ここやっぱ何かあるわね。けど全て停止させるのみです。ミサカも協力いたします。でうりゃ、くそ、腕はやっぱ厳しいぜ。トーマばっかりに危ないことはさせないんだよ。その鉄パイプどっから持ってきた。ってこら、危ないからむにゃむに振り回すんじゃありません。ただの警備装置に構っている暇はないのでな。
人の気配、こんなところに。子供たちを閉じ込めた人物。バカ、お前は一条まさき。なんだあいつ、達也たちの知り合いか。どうして攻撃してくるんだ。一条さん、どうして。いや、あれは一条ではない。おそらくドリームチャネリングが作り出したエネミー。目で確かめたが、あの魔法は俺たちの知る魔法ではない。俺たちの知らない技術によって作り出されたものだ。見た目は同じだが中身は違う。どうやら夢の抽出元はトーマたちだけではないらしい。俺たちの夢からも情報を抽出し、それをベースに一条まさきを作り出したんだろう。だが種が分かれば遠慮はいらない。ええ、本気で行かせてもらいましょう。やはり知り合いを攻撃するのは抵抗がありますね。いや、嘘、増えるなんてチートじゃないの。そんな、一人でも苦労したのに。こんなところで時間を消費していられないというのに。しかしこの場を誰かに託すには敵が強すぎる。なんだあれ。エネミーがどんどん消えていく。助け出しに来ました。タティアさん、ミユキさん、ミールさん。その声、ミズキが巨大ロボットに。それに乗っているんだな、ミズキ。はい、タティアさんも一緒です。遅くなってごめんなさい。私たちもこのエカテリーナ2世号対量産型で戦います。サテンさんに同行するって言ってたけれど、まさかこんな形で登場するなんて。今度は本物の地震だ。この戦闘の間にも随分と崩壊が進んでいる。ありがとう、二人とも。ここは任せる。わあ、また出てきたんだよ。皆さんは進んでくださいと、美坂は立ち止まり、再び戦闘態勢を整えます。私もお手伝いします。みゆき、お兄様に同行したいのは山々ですが、子供たちの救助に必要な人員こそ先に進むべきです。リーナ、お兄様を頼みます。ユキ、分かったわ。必ず成功させる。この辺りの増氷を一掃した後、すぐに駆けつけます。確かに時間はなさそうね。すまない、ユキ。トーマ、行こう。ああ、しかしこう無人機械ばかりが相手とあっちゃ、俺が役に立てることがあるかどうか、だんだん不安になってくるぞ。多分この先、トーマの右手が重要になってくるかも。僕から感じるんだよ、ごくわずかにだけど魔力の気配を。それってどういうことだ。話は後なんだよ。行くよ、トーマ。おい、なんか変じゃない。奥へ行くほど警備が手薄になっているような。いや、これは
すでに無人機械を倒した痕跡がある。つまり同じ場所を通っている。そんなバカな。達也さん、カニ嬢さん、聞こえますか？おっ、なんだこの大声。敵を相手にしながらなんでスピーカーで伝えます。たった今向こうのチームから連絡が入りました。子供たち救出してきたそうです。おお、マジか。こっちはブラフだったわけね。だから奥の警備が手薄だったのか。夢の発生装置って。俺たちにこの夢を見せているのは子供たちの魔法だと思っていた。それにしては規模が大きすぎると思っていたが、その夢の発生装置になるものが力の源だというのか。でもそれってどこにあるのよ。まさか今から探すの。そんな時間あるの。達也、あれを片付けてくるわ。その間に決断を。せっかくここまで来たが、もうダメかもしれない。ここは昨夜同様に。達也、この世界を分解するほかない。分解？なんだよそれ。お前の魔法か？どうしたんだよその表情。それって大丈夫なんだよな。どういう魔法なんだ。昨夜の分解後の世界は怪しい研究所が増え、崩壊までのタイムリミットが短くなり、より不安定な世界になっていた。それを踏まえると、次の夢は昨夜や今夜の夢より厳しい状態になるはず。分解を使えばやり直しは効くが、クリア条件はどんどん厳しくなる。しかしもう残された時間がごくわずかだと考えると、今回はもう。おい、黙ってないで教えてくれ達也。分解をするとこの世界はどうなっちまうんだ。なんとか言えよ達也。なんとか言えよ達也。その方法で俺たちを、この世界に巻き込まれた他のみんなもちゃんと救える自信はあんのかって聞いてんだよ。保証はできない。なんだよそれ。なら他の方法を考えるべきだろうが。そんな時間がどこにある。別の手を考えている間に世界が崩壊してしまえば、崩壊に巻き込まれた全員の命がどうなるかわからない。だがお前の言う方法も確実じゃねえんだろ。だが時間は稼げる。問題を先送りにしてどうなる。その先でみんなを救えないなら意味ねえだろうが。ちょっと二人とも。お前がそれでもやるってんなら俺は絶対に阻止させてもらう。その言葉そっくりそのままお前に返そう。バカ野郎、お前は何も分かっちゃいねえ。なんだと。お前が一人で戦うことがみんなの願いなのかよ。でもみんなが教えてくれた。楽しいことも怖いことも共に分かち合うのが本当のお友達なんだって。
何も教えてくれないまま、大切な人が自分の知らないところで傷ついていくのを、ただ黙って見ているしかない側だってきっと辛いし、力になれない自分を責めてしまうことだってあると思うから。お前の力になりたいってみんなの思いを知ったはずじゃないのか。誰よりもそばにいるお前の大切な人からその願いを聞いたはずじゃねえのかよ。私はまたこの世界に帰ってくるのは嫌です。だってみんなこうしてお兄様に協力してくれているんですもの。みゆきはこの作戦を必ず成功させたいと思っております。最後の最後まであがいてもがいて、誰もがハッピーエンドだと思える結末を手に入れるんだ。何でも一人で解決しようとするんじゃねえ。お兄様。みゆき、お兄様に何をするのですか。ダメ、みゆきさん。みゆきさん、落ち着いて。だけど、お兄様が。あんたら、一体何があったのよ。それはあいつが。争っている暇はないはずだよ、トーマもタツヤも。インデックス。落ち着いて、私の話を聞いてほしいんだよ。夢の発生装置は、きっとこの奥にある。それって、もしかしてさっき言ってた魔力の気配に何か関係してるのか。うん、近づいてみてわかった。この辺りには人払いや認識阻害に似た魔術的パターンが施されているんだよ。まるでこの先の何かを守っているみたいに。確かに奥の小部屋に何かあるようだ。ああ、見えた。インデックスの言う魔術はわからないが、守られている何かがあるのは確からしい。この通路の奥に魔法探査を防ぐシェルターのような小部屋、そこからわずかにだがサイオンが漏れ出しているのを確認できた。じゃあやっぱりそうなんだよ。ここの守りが固いのはブラフじゃなかったのかも。夢の世界が自身を守るために近づいてほしくない何かがあるからなんだよ。すぐ近くにあるってんなら時間はギリギリあるんじゃねえのか。なくても作るさ。お兄様。まさか俺の封印が解かれてしまうとはな。お前のイマジンブレーカーのおかげで時間を増やせる魔法が使えるようになった。崩壊しつつある世界全域に再生を発動し、崩壊前の世界に戻せば夢の世界は崩壊までの猶予ができるはずだ。悪かったな、トーマ。インデックスも礼を言うぞ。おかげでやるべきことがはっきりした。達也、今度は大丈夫なんだな。信じていいんだな。やってみせるさ。確実に俺もお前の言うハッピーエンドを目指してみようと思ってな。俺はこの世界が崩壊するまでの時間稼ぎをする。お前はその右手で夢の発生装置を破壊してくれ。任せてくれ。置いてかないでよ、トーマ。あ、ちょっと待ちなさいよ。私も行くってば。どれだけの負担になるかは未知数だが、トーマに会いた以上必ず成功させてみせる。お兄様は必ずやり遂げると信じております。
参ったな、本当に。今回は絶対に失敗できないな。リーナ、お前はトーマたちのサポートを頼む。分かったわ。達也、みゆき、ここは頼んだからね。エイドス変更履歴を取得。構造情報を取得。素材情報を取得。全情報統合。魔法式構築。再生。発動。達也はこんな時に不確定なことを不用意に断言できるタイプの人間じゃない。だから最初に分解するなんて言った時も、黙ってしれっとやりゃいいものを俺にまるで詫びるかのように報告してきた。けどそんな男が今度は確実にと言ったんだ。なら俺たちにできることは絶対に夢の発生装置とやらをぶっ壊すことだ。待ってろ、達也！どこ行きやがる！見て！って、伊坂は美坂は突如として元通りになった青空を指さしてみたり。崩壊が止まった。いや、世界が元の姿を取り戻したっていうのか。行けました。これでエネミーはぐっと減るはずです。この戦いが終わったらウイハルのスイーツ巡りに付き合うよ。楽しみにしてます。サイムサ先輩、同時に行きましょう。 OK よ、柴田さん。私はここで何としてでもあなた方を止めなければならない。お姉様には私がここで敵を食い止める、だから言ってくださいと断言しましたから、お姉様との約束を破るわけにはいきません。今ですわ、三井さん、北山さん。は？無人機械たちが急になりふり構わず奥へと向かい出しましたわね。崩壊が止まったことに関係してるのかも。それを止めた人物にこれ以上の好き勝手をさせないために。多分達也さんが止めたんだよね。残りは夢の発生装置の破壊。達也さんがまだ頑張ってるってことは勝機があるなら、私たちも止まっていられない。お兄様、大丈夫ですか？お兄様、お兄様。大丈夫だ。意識はある。だが、さすがに疲れた。無理もありません。上条さんが戻ってくるまで、ゆっくりお休みください。ああ、どの道、しばらくは、体も満足に動かせんしな。トーマ、俺は俺の役目を果たした。次はお前の番だ。トーマ、この悪夢、いや、この幻想にとどめをさせ。トーマ、あれ、あの航路が怪しいんだよ。これだな。こいつに触れればこの夢は終わるんだな。この幻想をぶち壊す。
トーマ、やったみたいだな。え、最後の挨拶くらいはしたかったが。おーい、トーマ。別れの機会を作ってくれるとはな。この夢も気が利くところがあるもんだな。ほんと大変だったわね、お互い。とにかく最後に挨拶できて嬉しいぜ。俺も同じことを考えていた。案外俺とお前は似ているところがあるのかもしれないな。上条さんとお兄様がですか？いやいやいや、それはないって。達也さん、だってこいつ達也さんみたいに紳士的じゃないし。余計なお世話だ。ったく。達也さん、ごめん、一つお願いがあるんだけど。うん。子供たちから聞いたの。この子たち、現実の達也さんたちの世界でも人体実験のモルモットにされているらしくて。あの子たちを助けてあげて、達也さん。あの子たち、お姉ちゃんたちの助けを待ってるねって言ってたから。私たちの世界からじゃ悔しいけど何もできないから。だからお願いします。わかった、必ず助けてみせる。お兄様、私たち足先から消え始めています。別れの時間ももう終わりか。お前がいたからゲームクリアできた。ありがとう、トーマ。おいおい、まるでクリア後の NPC みたいだぜ。あの時はお前たちを早く条件へと向かわせようと必死だったんだ。やはり俺に演技の才能はない。そこは俺の観察眼を褒めろよ。ったく、最後の最後でかっこつかないね。じゃあな、達也。達者でな、トーマ。何者だ、貴様。何が目的なんだ。夢の中での約束さ。はあ。悪いが、お前たちの研究は全て消させてもらう。風、冷たい空気、外の空気。お兄ちゃん、誰？俺はお姉ちゃんたちの代わりに約束を果たしに来た。と言えばわかるか？お姉ちゃん、そうか、僕たち助かったんだね。ああ、約束は守ったからな。